ははい、えー、皆さんこんこにちは、えー、レクセニー講師の雲野ですそれでは、えー、司法書士試験のですね2021年合格目標の司法書士合格講座、えー、今日はですね本論編の民法の第1回目ということで 1> 第1回目の講義をこれから始めてまいりたいと思います。 さあ,あのいよいよ民法が始まりました、えー、残念ながら今、私の目の前にはあのどなたも受講生いらっしゃらない無観客で講義をやっているところではあるんですけれども、えー、目の前に、ね、皆さんがいらっしゃるつもりでもってこちらとしてはもうテンションを上げながら講義をしていこうと思います、えー、内容としましてはあの今日、民法の第1回ということですから少しあの民法の勉強の仕方ですとか復習の仕方のところを前半のところでお話をしていこうと思います。 えー、皆さん、今お手元に持ってきていただいているものをまずは確認をいたしますと、えー、民法のブレイクスルー、総、え、則、ー、民法の1と書かれているブレイクスルーこちらをお手元にご準備いただきたいと思います。えー、民法早速のブレイクスルーですすねでこちらを主に使っててままいりますそして 講義ノート、こちらがですね皆さん1、2と2分冊になっているかと思うんですがお渡しされていると思うのですがちょっと私、これ自分で21年向けっていうの書いたんですが民法の講義ノート1、こちらをまず持ってきていただいているかどうかそしてセルフレクチャー、こちらもで丸一丸二と2分冊違いますね、3分冊に分かれておりますで、こちらのセルフレクチャー当分の間は丸一のところを使っていくということになりますので。 えまあこれはあの講義中にあの手元になくとも復習用教材ですから大丈夫ではあるのですがえこちらの○○○○○○丸丸丸までえーページ番号は連番になっておりますあのまた1ページから更新されるのではなくて○○丸○丸○丸でえ合わせてえこうセルフレクチャー全何ページ全267ページとなっているおりますのでこちらもおまず当面の間は丸一をお持ちいただきたいと思います。 さあ,あ,あそうしてですねあとは六法なんですけれども六法につきましてはああのおまあ、ご自宅で今、これ聞いてくださっているのであれば、まあ、荷物になりますねなんていうことは言わなくていいのかもしれませんが、まあ、基本的に六方あ法ブレイクスルーの中に必要な条文が書かれておりますので、えー、必ずしも手元になくとも抗議は受けられるということになります。えー、ただもちろん六方ね、えー、常にこう 慣れ親しんでこう見ていくというのが当然これからその法律をね、えー、使って商売し商売という言い方あれですがねあの使用上品になっていくわけですからそういう意味ではあの六法やはりお手元に置いて必要に応じて引いていくというようなことあのご準備いただきたいと思いますそしてその六法の選び方に関しては全体構造のところでお話をした通りですので皆さんこれはというものをね一冊用意されていらっしゃるかと思いますので引き続いてそれをお使いくださいさあそれではあの民法の一回目、えー 前に憲法6回をすでにお話をしておりますけれども、えー、実は憲法というのはまあ所詮3問しか出てこないいわゆるマイナー科目に分類されていきます。 ところが民法は午前科目三十五問中二十問の出題を占める出題数からすると一番多い出題数になっていくんですそしてあの不動産登記法の理解をするためには民法の理解が必要不可欠ということにもなりますのでまあそういった意味ではもう司法書士試験のもう肝心要の最大のですねあの科目ということになります民法を制するものは司法書士試験を制するというぐらい言われるわけですからもう気を抜くことなくですね憲法の時 人は変わったのかのようにしっかりと聞いていっていただきたいなと思います。 そししてすでに終わりました憲法は6回目の復習ままでで終わりましたら一旦やめていただいてい結構,結構です憲法の知識をずっと覚えてい,らない,れいなきゃいけないということは一切ありませんのでもう正直な話民法に一生懸命になってしまって憲法の話がすっかり飛んでしまったというのにも構いませんでもすっかり飛んでしまっても、ね、本当にゼロにはならないからなんです本当にゼロにはあ、ね、なるということはありませんたと、まあえー、え忘れてしまったとしてもですね後でそれをこう元に戻していくことは十分可能ですしそのための 時間は十分にありますから、えー、憲法の知識をずっと覚えてられるようにこうしていくことに専念するよりも目の前の民法を毎回毎回確実に復習してそして自分のものにしていくことに集中してください、えー、民法を制する者は司法書士試験を制するですからねとにかく民法との付き合い方、ねえー、非常に重要ということになります。 さあそれではあの憲法のところでは特にこういったお話をしていなかったんですけれども、えー、民法開始に当たりまして何せ十三回もの回数がございます、えー、そして先ほど言った通り非常に重要な科目ですから講義を聞く際に皆さんがどういった姿勢でもって講義を聞いていただければいいのかまたどういった復習方法が必要なのかということをちょっと説明していきたいと思います、えー、そのためにですね今日ちょっと事前番書突発で番書を作ったんですけれどももちろん、えー、生で見てくださってる 方はあのー、今日この1回目 で YouTube でで配信もしてるんですよねだからリアルタイムで YouTube で配信している方は手元に当然えない状態でご覧になっていると思いますのであの通学通信で、えー、あの聞いてくださっている方はご自分で番章ですからプリントアウトをすることができますので、えー、そちらあのいつもの方法でプリントアウトするしないお任せをいたしますがますまずですね講義中に、えー、私がこの部分は各自読んどいてくださいという,ふうに申し上げることがあります。でこの各 読んおいてくださいっていうところに関してはですねこれから民法以降 A、B、C、D の4つの,、まあ、あのランク分けをしてコメントしていこうと思いますでまずここは A ですよというふうに言ったところは抗議中に解説したところの繰り返しの部分だと。 で復習時に各自しっかり読んで、えー、理解までしてほしい、ね、つまりあの皆さんと一緒に朗読こそしなかったけれども読み上げこそしなかったけれどもその内容自体は解説しているという箇所ですここ A ですよって言ったら絶対読めようっていうことだと思ってくださいさあそして続いてここ B ですよって言ったところそれは今後の講義において説明があるので今は読まなくてよいが時期が来たらきちんと読んでほしい、えー、箇所であると。で要するに回回先3回先はたまたま 10回先のとところでで説明が出てくるという部分なんですだからえ、今日の復習の時には読まなくていいよということなんですなお、いつ読むべきかはそれぞれ可能な限りコメントしますけれども具体的な指示がなく B といった部分についてはこれ、民法終了後の択一到達をチェックテストの時に読むんだというふうにお考えください。さあそそしてですね、えー、それに 続きましてここは C ですよといった箇所これは直前期に欲が出たら読めば良い箇所と、ね、欲が出たら読,む読めば良いというのはつまりそのもっと民法を何て言うんですか、えー、点数を上げたい、ね、もう完璧にしていきたいという欲が出た場合ですよ。 でち,ちなみに直前期というのは当然本試験の三ヶ月前のことですから、まあ一般的には四月五月六月の三ヶ月を指す。でその時期になりますとファイナル討論と公開模試がスタートしてきます。皆さんパックの中に政綱討論ファイナル編というのが入っていると思うんですが、その政綱討論ファイナル編全六回そして公開模試のシーズンになってくるわけなんです。でこの模試やファイナル討論の中で多分出題されてくるんですね。でその解説講義のところで。 説明を聞くことがでできるので実は C といった箇所に関して本当に直前期に欲が出たらその C の箇所を探して読まなきゃいけないかというと実はブレイクスルーという、ね、あのブレイクスルーから仕入れるのではなくて直前期のそういった討論や公開模試の解説講義のところでそういったプラスアルファのですねより発展的かつ少し難しい内容のところは吸収するチャンスが与えられると。 だからその必ずしも C と書かれているところを直前期に拾い読みしなくとも別の場所でもって同じ C と言った箇所についての知識は得られるようになってますですから実際にはブレイクスルーにこだわる必要はないとも言えるのでそのまま放置ということであっても構わない別のところで吸収できるチャンスがちゃんと与えられるからですだから要するに読まないってことですよ読まなくていいとじゃあ D という箇所これは読んでも害はないですが読まなくても合否に影響しないだったら読まない方がいいですよねで 真面目な人ほどですね「いや私は絶対に D も含めて全部読もう」とか言って非常にあの一生懸命になるあまりですね「いや他の人しようかもしれないけど私は D と言われたところも読むんです」というようなことをおっしゃるそれが合格により近づくと思ってそういうふうにおっしゃる方いらっしゃるんですがそれは全く違いますむしろ読まなくていい合否に影響しないのであれば余計な知識はつけない方が実はいいんです。 だけどもまあそのブレイクスルーにせっかくあるのでね、あのー、全部バッテン引いて消せとかそういうのを言うのもちょっと忍びないのでその削除をさせるということはしないので、えー、まあ D という言い方をコメントするにとどめてますけれども私は基本的に D の部分はむしろ読んだ方が害になると思ってます。まあ、読んでもも害はないがと言ってありますけどうんもし、あのー 本当に害ありませんかって詰め寄られたら、うん、読まない方がいいかもねって答えていくと思います。要するに読まないね、えー。だって読まなくて受かるんですよ。だったら読まない方がよくないですか。ねあの短期で受かった合格者の多くの方は結構言うのは、先生方読まなくていいよとかここ出ないよって言ったらラッキーって思ってました でそういうふういいふな思いあの持つ方の方のがどうやら受やらかりすいいみたいでつまり「もう本当に出ないんですか?」本当に読まなくていいんですかとかって言ってくるようなねあの心配性の受講生よりも「読まなくていい」とか「やまなっていい」って言われるとすげえ嬉しいんですよ」とか言ってくるような、まあ、そういうようなね、まあ、ある意味方の方がなんとなく受かりやすいようなそういう傾向があるように個人的には思います。ですからやらなくていいラッキーと思うぐらいのねつもりで「D」と言ったら読まないこと。 さあそれではじゃあ、ABCD いずれのコメントもなかったという部分が、まあ私も時々ちょっと ABCD いずれも言わずに先行っちゃうということはたまにございます。そういった場合には復習時に一応読んでみてください。意味が分からなければ基本的に B だ。ああ民法終了後に読めばいいのねっていうねあの B だと考えていただければ結構ということです。なお、ブレックスルーの欄外にあるプラスアルファは基本的に B。ナビゲーターズボイスっていうね、あの、 節とか章が変わるたびごとに出てくる導入部分については、基本的にディーというふうにお考えください。さあ、それでは、じゃあ、講義中のコメントについては、あ、これちょっと、ブレックスに貼っといていただくなどして。えー A とか B とか C とか D は何だったっけなというのは常に皆さんの方であの確認をお願いほうあそれではあの講義ノートと板書の役割という部分なんですが板書というのはこのあれです、ね、事前に皆さんにお渡しする事前板書ということになります。通通学学クラスの方これあの方 受講がまた再開されましたら通学生の方は私の方で、えー、印刷して皆さんにお渡しをいたします通学クラス若干あの受講料高めになってますのでその点についてはこちらで印刷して皆さんに事前にお渡しするとで、えー、通信クラスの方は大変申し訳ないんですがご自分でプリントアウトしていただきたいと思いますで、えー、この事前場所を基本的にさほど 毎回出るとということはありませんあの突発的にちょっとそうです、ね、あの内容を追加したいというような時に出していきますので基本的には毎度毎度出るというものではないとで講義ノートはもう先ほど言った通り全2冊に分かれてるで講義ノートは基本的にブレイクスルーの情報量を増やすのが目的ではないともう情報量としてはブレイクスルーで完結しているからです、えー、説明の切り口を増やすためのものだということなんです。 でブレイクスルー補足って書いてあったとしてもブレイクスルーのどこかには必ず載ってますだから情報量を増やすというものではないよって必ずブレイクスルーに一元化していく必要はなくノートの内容を習得できたら削除してしまって構わないとこれ憲法でも言ってましたよねでこの部分に関してはちょっとブレイクスルーに挟んでおいてって言ったところ以外は基本的にあの理解したらもう、えー、ノートを2度3度と見返す必要はありません。でブレイクスルーには その必ず載っているそのただブレックスルーに載っているのはの結論がブレックスルーに載っているとでそのいわゆる導入部分として入り口をぐっと下げたのが抗議ノートというような、ね、イメージですから抗議ノートで導入部分をぐっと掴んだらあとはその要件効果、ねえー、あの法律要件法律効果あ、まあ、つまり、えー、手続きだとかそれから結論だとかの部分はブレックスルーに載ってるんだったら、ね、ブレックスルーを今後はずっと見ていけばよいと。 でも中にはまあこれ、挟んどいてっていう,ようなことを申し上げたものについては講義ノートをコピーするなどしてブレックスの該当ページに挟んでみてください。 そしてあの私が挟んでおいてと言わなくてもあこれはあの挟みたいなって思ったものがありましたらそれは止めません皆さんにお任せします講義ノートをコピーをあらかじめしておいてね時々いらっしゃるのはあらかじめとりあえず分かんないから全ページコピーしておいてで、えー、私が挟めって言ったものはもちろん挟むしあそう言われなくても挟みたいなと思ったものはもうあのどんどん挟んでいくとで挟んでもですねああもうこれいらねえなと思ったら取っちゃえばいいんですよ。 でよくブレイクスルー新陳代謝していくなんていう言い方することもあるんですけどもいろんなものをねあこれは必要これも必要なんて言って挟んでいってで挟んでいくと当然ブレイクスルーこう挟みますからこうんいろんなところにこう挟んでいくとねこういろこう挟んでいくとこうぶね分厚くなっちゃうで本当になんかこう,こう扇みたいになって、ね、こうポンと立つとバタバタバタってなるような扇みたいになってだけどもそれを今後ブレイクスルーを何度も何度も見返していくうちに挟まってる講義ノートも一緒にね見ていくんですけどあこれもいい いいいななももう自分のものにっっったじゃあ取っちゃおう、ね、でて取取ちおていくだから要する、ね、に過剰式にしていくってね加えたり除いたりそうするとこんなだったブレックスルーがだん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 だこう挟んでいったら講義ノーあもうこれ大丈夫大丈夫で、えー、こうあの削除していくと元のサイズに戻っていくなんていうねそんなことを言ってた受験生も合格者もいらっしゃいましたですから、まあ、そこはもう皆さんにお任せしますので必ずねあの挟めと言われたものしか挟んじゃいけないとかいうことではありません。さあそれでは、えー 本書,、まあ、書のことですね。書は基本的にノートと同等だと考えてくださいなぜだったらノートに最初から収録しておかなかったんだというと皆さんの理解度を拝見しながらその都度情報量を調整する必要があるのでその調整役をこの番書で、まあ、あ補っているということになりますさあそれではじゃあ復習の仕方もいきましょう復習の仕方としましてはまずテキストを読んでいただきたいんですね。で講義の…お 説明なんかをこう思い返しながらテキストを読んでいただく、ね、でチェックした箇所を確認し「ええ」と言われたところを読む、ね、そうして、えーまあ、もちろんテキストからノートに、まあ、あー説明が飛んだような部分についてはそのテキストからノートに同じように、えー、目を移して。だからここの 文章を読んでからノート何ページに飛んでノート何ページからブレークするのこの部分に戻ってきたっていうね講義の履歴っていうのはちゃんと控えておいてくださいねそれを講義の内容だから同じような段取りによって再現していくということになりますただ3時間の講義をこの再現して3時間はかかりません3時間の講義の内容を思い返しながらテキストとノートを見てもまあ多分1時間もすれば見返せると思いますそうしましたら続いてセルフレクチャーを解いてほしいんです でセレフレクチャーについてはあの中身ちょっとお見せしますけれども、えー、具体的にですねあの全部答えなさいタイプの問題と空欄を埋めなさいタイプの、ね、問題と、まあ、大きく分けるとその3つぐらいのですね、えー、出題傾向出題傾向というか。その なんですかクエスチョンのね仕方3つぐらいに大別されていきます一、えー、つが、まあ、空欄を埋めなさいタイプね空欄を埋めなさいというタイプこの空欄を埋めなさいというタイプに関しては空欄だけが埋まれば合格レベルということなんですでこの空欄を増やしたりすること、ね、しちゃダメですよ自分はもっと負荷かける負荷かけたら絶対受かりやすくなるんだなんて言って、えー、自分でホワイトでさらに穴は空欄を増やしてしまう人がいるんですけどそれはお勧めできません 合格のためにこの空欄だけが埋まることを求めて、えー、求められているという部分に私が空欄を開けたからなんです。それを負荷かけることは決して合格に近づくわけでもないむしろ余計なことやってる以外の何者でもありませんからそこはご注意ください。そしてもう一つの聞かれ方としてはまああのまあ 要件効果を答えなさいいみたいな、ねまあ、ここにありますけども代理人と相手方の通報虚偽表示とはどのような場面のことでその効果について答えなさいみたいな、ねえー、要件・効果なんていうんですけども、まあ、効果というのは結果のことですよね。結果えー どういう条件が揃えばどういう結果が生じますかというのを簡潔に言いなさいみたいなそういった聞かれ方の場合あとは、ね、定義を答えなさいとか、ね、いうような聞かれ方が2つ目ですで3つ目が一番深く聞いてくる場合それがその10に書いてある「理由を答えなさい」という聞かれ方をしている場面なんです。 この理由を答えなさい的な聞き方をしているものに関してが一番深いい理解が必要ととさされる箇所だだ思ってくださいでそれだけ深い理解をしていかないと合格できないということなんですただあのこの「理由を答えなさい」タイプの聞き方をしている場合においては一言一句、まあ、答えられなくても大丈夫です。ふわっとね 要するにこういうことでしょっていうその確信の部分が書かれている答えとほぼ一致していれば別に一言一言句暗記をするといいう必要はないんですだから自分の言葉で置き換えてみていい要は第三者がかわいそうってことでしょぐらいのことから最初は始めていただいていいですからその一言一句ここに書いてある答え通りに答えられなくてもそれは心配する必要はありません。ですけれども あの空欄を埋めなさいの問題に関しては一言一句やっぱり最終的には言えるようにしてほしいこのセルフレクチャーをやるというのが2つ目の復習方法ということになりますで最初のセルフレクチャーを見てもそんな一度や初めて見た時に答えられるかって言ったらまあ無理ですよだからね復習としてセルフレクチャーを見るときにはもう初めは読むぐらいのつもりでいてほしいんですね。セルフレクチャーを読む、ねで 初めはもうその右側が答えになってるので、ね、右側を隠してその言おうと思っても、ね、実際には言葉は出てこないと思いますだから最初からもうクエスチョンとアンサーもうすぐ見てしまう、ね、で次の日次の日にこの、えー、右側の、ねえー、答えの部分を隠して何とか昨日見た内容を再現できるかどうかもう一度やってみるて、ね、でもまあ2日目2度目見てもまだ言えないでしょうね半分も言えないと思いますよ。で3日目、えー、もう一度そのクエスチョンの部分、えー だけ見てです、ね、答えられるかどうかっていうのを、えーまあ、頑張ってその,その答えられるかを試してみるっていいわゆる講義1週間に3コマですがだい,たいあのー、皆さん平日に1コマ土日で 2コマってていいう形で聞いてくださるることとになると思いますですでからそうなるとだからその3日の間に3回は次の回までに3回はそのセルフレクチャーに触れてみるというような形でだけどもねその3回見ただけではその完全にその1回分のセルフレクチャーが全部暗記できるってことはまずないですよ。場合によってはセルフレクチャー1回で10ページ以上進むこともありますからそうなるとね3日 連続して解いたところでそんな政党率高まるっていうのはすぐには起こりません。でもいいんです。とにかくその完璧を求めない、もうとにかく触れる回数を増やすねということに徹してください。そうするとですね、絶対皆さん言うのがいやあのね回数が増えれば増えるほどい今までのページってどんどんあの累積していきますからね。最初は ペペーージジから10ページまでだったでも2回目は11ページから17ページ3回目は18ページから26ページなんていうことになると3回っっったたら26ペーージ分のセレ,フレクチャーをやったってことにななるじゃないですかそうすると1回目のところは10ページだけだったからなんとかね3回3日間毎日見てだいたい覚えられたけどで二2回目のところに関してはその2回目の部分だけを復習して覚えていけばいいのかそれとも1回目のところと2回目合わせて全部覚えていくのかっていうようなご質問されて いる方がいらっしゃるんですが、つまり、今日やったところに関しては、あの。 セルフレクチャーしっかりとですね復習で身につけられたけど前のやった部分についてどんどん脱げ落ちてしまうんですけど常に覚えていないとダメなんですかだから1回目は1回目の分だけ2回目は1回目と2回目3回目は1回目2回目3回目4回目は1回目2回目3回目4回目っていうふうに累積して今までの分というのは常に暗記していかなきゃいけないのかっていう質問です。があのね 今日の回の部分の部分を復習したら前回の部分忘れますから忘れるんですよそれがもう普通に起こることだと思ってくださいで皆さん方非常にあの真面目な方が多いんだから、えー、本当に真剣な顔で先生 今日の復習をしていると前回の部分がセルフレクチャーはすっかり頭から抜けていくんですかとね、えー。昨日やったばっかりなのにすっかり忘れているんですけど、私ってバカでしょうかとかっていう質問がよく来るんですね。向いてないんでしょうかとか。いや、そ普通でしょって言うんですけど、皆さん虚 ton とした顔でいやでもこれじゃダメだと思うっていう深刻にこう悩んじゃう受験生がいらっしゃる。いや、そうそういうもんですよ。あの新しいことを覚えようとしたら前の忘れ覚えたこと忘れます。いいんです忘れて忘れてもとにかくあの思い出すことがこれから何度でもできます。でなん。 何度でもできます何度でも思い出しますでそれを折に触れて、えー、皆さんにこのタイミングで思い出してねというような話をしますからもう、あのー、今とにかく今回の復習の分のセルフレクチャーをしっかり頭に入れる、ね、ということに徹してほしいとただしねでもやっぱりそうはいってもその自分の,その達成度とか、えー、まあ 何なんだろう何なんだろうじゃなくて達成度とかやっぱ勉強っていうのはある程度やっぱこう進歩がなければ面白くありませんからそうはいっても忘れられに任すっていうのもまた尺だというのであれば一つの提案としては例えば今日のセルフレクチャーをやる前に必ず2回前のセルフレクチャーを確認してから今日のノルマに入るとかね。 常に2回回回前前前とか前回でででももいいですよ前回でもいいすよその少なくとも今日やった部分を今日復習する明日また2回目復習するあさってまた復習する一講義につき3日間ね中3日でもって3回その日のセルフレクチャーを復習する機会があるとしたらその3回セルフレクチャーを復習するその復習の前に常に2回前のセルフレクチャーを同じように見て今日のノルマ次の日も2回前のセルフレクチャーを見てから今日の 昨日やった2回目のノルマというふうな形で常にこう2回前とか3回前のセルフレクチャーを復習して遅れてねこうちょこ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 戻りつつ復習していくなんてことをやっていくと定着率ととしては上がると思いますですからまあそういったことは皆さんで工夫していただくといいんですがでもそれでもねずっと例えば11回目の復習の時に1回目から10回目のブレ、えー、セルフレクチャーをずっと覚えてられるというのはまあ無理です。 無理ですから、え、もう、あの、いいんですよ。忘れたって。不動産東京に入ったら、もう、こうやって思い出してねとか、え、いうふうに号令しますから。え、その時に、それぞれを思い出していけばいいんです。ですから、忘れることを恐れない。ね。で、じゃ。 本試験の当日に忘れちゃったっていうこっちゃダメじゃないですかってねそう。それはもちろんその通りです。本試験の当日には全部頭に入ってなきゃいけない。だけれども、そのね、今までは忘れては思い出し、また忘れて思い出し、を繰り返してきた内容を常に覚えていられるようにしていく時期。それが直前期なんです。ですから、直前期のですね、えー、最大の役割というのはそこなんですね。そこに任せればいいんです。 でただしそのためには一度しっかり頭に入れなきゃいけない、ね、そのまずは入れる作業というのをこの毎回の復習の際にやっていってほしいなと思います。さあそしてセルフレクチャーを解きますよね。でそうしましたら続いて過去問を解いていただく。で過去問を解くと言うんですけども、えー、解ける過去問はどうやって見つけるかということなんですが、えー、ブレックスルーの中に過去問番号というのが書かれているというのはもう皆さんご存知の通りだと思います。でその過去問番号ね。えー 出てきましたらそれを足レベルなんていうふうな形で表現をしていますけれども解いていただきたいということなんです。例えば今パッと見たのが まあまあ、そうパッと見たのが98ページがちょっとパッと出てきたんですけれども98ページのところにここですよね98ページのところに平成11年の3の「う」平成15年の「五のを、平成19年の「七のえ」平成27年の「五のう」っていうね でこのように今回のこの「丸四の知識が過去4回出題されているとそうしたらですねこの出てきた足ごとにあのブレイクスルー乗ってきた過去問番号から、えー、合格ゾーンで過去問を解いてほしいと思います合格ゾーンはあの民法、えー、上、えー、という、ね、この合格ゾーンを差し当たりご用意ください 民法上2020年版司法書士合格ゾーン民法の「上というのを用意していただきましてでこちらの冒頭の部分のところに、まあ、もう皆さんご存知かもしれませんが過去問対象表というねこういうあの 対象表という、えー、一覧表がありまして例えばさっきの過去問の番号って平成、えー、まあ二十七の「五のう」にしましょうか「二十七の「五のう」っていうのはこの過去問対象表でいうと二十七年のこうですね二十七年ちょっと見にくいんですが二十七年の「五五の二十七年」とこの五問目っていうね 5問目こ横軸と縦軸が交わったところだといいうふうふに書いてあるんですよでこの5の21っていうのが合格ゾーンの体系番号と我々が読んでいるあの投資番号のことです、ねで。どこで調べるかというとこの過去問にはこ,ここにね3の8括弧3の4とか書いてある3の8っていうのがレックがつけた体系番号括弧の中が平成3年の4問目という意味です。 でさっき5の21だったよね5の21って探してみましょう5の 21, 5の21これですね5の21かっこ27年の5問目だからこの5の21っていうのは平成27年の5問目なんですよとえっ5の、えー、と27年の5問目の27年の5問目のどこですよこれ「う」「う」ですね「う」なのでここで言うと27年の5問目の足の「う」 この足だけ丸かばつかの正誤判断を復習の時にやってもらうということなんです。だからあの五足でもって通常一問の問題で成り立ってるんですが、五足をすべて正誤判断できなくても足レベルでとか我々よく言います。足レベルで丸かばつかをあの復習の際にやってみてほしいとね。で先ほど言ったようにですね、さっきのページだと。 1>, 1つの知識がこう4回出題されていたとか4つの過去問の,あの番号が並んでましたよね今回4回ね1234でこれ全部あのページこうやってあの作品でもってえ体型番号を探して足ごとにやっているとその言んですかね合格ゾーンで該当ページを探すだけで時間かかっちゃう。 ととといいいう、まあ、こはは確かになな言えないでそれが気になるとかあとはあのちょっとお仕事されていらっしゃってる方などでなかなか過去問まで手が回らないというのであれば複数回出ているものについての最後の出題だけでもいい最後の出題だけでもやらないよりやった方がどれだけいいかということなんですだからあのこうやって何回4回出ているんだったら 4, つ、ね、4問とも体験番号を探してページを見つけてでそれでその足を見つけてやるというのをこう検索の作業だけが大変になっちゃったらね それで時間かかっちゃうというのであれば最後の出題だけでもやるだけでも全然違いますからぜひそこまでやっていただきたいなと思いますさあそれではこの合格ゾーンですねちょっと気をつけていただきたいのが実は今リックで販売している合格ゾーンには2種類ございますこの民法上中下ん上中下だったっけな、ね、上中下っていうふうに3冊に分かれている民法の合格ゾーンと、えー、同じね表紙なんですけど民法 1> 全1冊の民法の合格ゾーンというのがあるんですよ。で違いはですねこれあの改正民法対応版っていうふうにまるで書かれてますで改正民法対応版こちらの方が先に出たんですでこちらはね15年分平成16年から30年の15年分の民法の問題だけを収録したものですでそれに対して上中下の3冊に分かれているこの民法 えーまあ、同じか改正民法対応版ってこっちも書いてありますね、まあ、だから3冊に分かれている分割になっている民法上、中、下の分割になっているこの合格ゾーンは平成元年から31年までの本試験問題を収録したものなんです、つまり分量が15年分か、えー、31年分かという違いになっているんです。 で先に出たのが15年分の方全1冊でまとまっている15年分の方で後からこの平成元年から31年の31年分の、えー、分冊になっているタイプが出ましたでもうあの15年分の方買っちゃったんだよという方であればそれを使っていただいて構いませんですが、もしまだお買い求めになっていらっしゃらないんであれば差し当たって3冊分かれているこちらの方がおすすめですすす冊分かれてる方が、ね、おすすめということになります。でなぜかとというとあの 問題数が多いからいいからっててうんじゃなくてですねちょっとですねあの平成20年あ2020年の再建法改正を受けましてこちらの先に出た15年分の方が先に急いで出したんですけれどもちょっと当時まだ再建法改正よくわからなかった箇所がありましてあの本とかもまだまだ出ていなかったのでね取り扱い不明の箇所というものがやっぱ何箇所かちょっと含まれちゃってるんですよ。でそれが解決し しあのしないままもう見切り発車で出したという点があるんです。ですがこの上中下の三冊に分かれる民法の三十一年版の発売までにはだいたいそれがすべて判明したのでこちらの方が情報がアップデートされているということなんです。えー、ですからまあできればこちらの方を、ね、お買い求めいただきたいなと思います。でもしこちら全一冊の方をすでに買ってしまったという方はですねレックの 司法書士のホームページ、レックの司法書士のホームページの一番下にスクロールしていただくと。教材の誤植訂正情報というですね。あのアップの画面があるんです。アイコンがあるんです。ずっとね、レックの司法書士のトップページずーっとスクロールしていただくと。下のところに誤植訂正情報、教材の誤植訂正情報。で、そこにはあのセルフレクチャーとか講義ノートとか、ブレックスルーとかの誤植訂正情報も順次アップされていきます。そこに合格ゾーンの、この全一冊。 バージョンの要するに取り扱い不明だった箇所の、まあ、アップデートですねそれ載ってますからこちら全1冊バージョンを買っちゃった方は必ず5職訂正情報で情報をちょっとねあの,、えー、あの新しい情報の方をですねプリントアウトするなどしてあの取り扱い不明だった箇所が。 もう分かってますからその情報はあその司法書士のトップページの一番下に教材の誤植訂正情報というアイコンがありますからそこを開いていただくと合格ゾーンのこのですね何ページがこう変わりますよっていうような、ね、あの情報が載ってますのでちょっとそれはぜひ皆さん参考になさってみてくださいでちなみにこうやって毎回毎回あの足ごとに過去問をやっていただくとその足ごとに過去問を出てきたブレイクスルーに出てきた過去問の 足別番号を全部やっていくとこの分タイプの問題を全部やったことになりますこの常駐下の31年分の問題このブレイクスルーに出てきた足別の番号をちょこ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 やっていってで全部のブレイクスルーのページに出てきた足別番号を拾い上げればこの31年分の合格ゾーン足,足,足ごとに全部やったことになります。ですからあのお 今は何年分の過去問をやるべきですかとかいうのはあんまり気にせずにできればこう足ごとにですね、えー、皆さんこうお解いていっていただきたいなというふうに思います。でまあ実験生によってはですね切り、まあ、がよくあの項目がこう終わったら例えば、えーとですね、民法総則の、まあ、民法総則だったらちょっと長いか例えば民法総則って中でもえー、とですね意思表示それから代理、えー それから時効っていう大体この三つの部分に分かれるんですよ。大きく対別すると民法総則の部分というのはいわゆる意思表示までと代理までと時効までっていう三つの部分にこう大体こう分けられるんですね。例えばだから意思表示まで一通り勉強が終わったらじゃあ意思表示までの問題を一問単位で解いてみようとかね代理まで講義がいったらね。 それまでちょこ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 足ごとに解いていたの、えー、とりあえず代理まで終わったから一区切りついたから、じゃあ代理までの過去問を一問単位で今まで足ごとに 解解いいいいててたけど一問単位で解いていこうとか、ね、そうちょっと区切りがよくこう講義が終わっていったらそこまでの過去問を問題単位で一問単位で解くというなのをこう挿入していくとなおよろしいんですけど、まあ、実際にはそこまでできないでで、ね、でききなないいすすね過去の一発合格者見ててもねもう足ごとに毎回毎回の講義のあと足ごとにやるだけでもひひ言ってるような状態ですのでそこまでできなくても、ねまあ、あの別にへこんだりしないようにしてください。さあそれではじゃあ,あの ここいいですかねセルフレクチャーを解いて過去問を解くなお過去問番号が掲載されていても絶対に解けるかというとそうとは限らないんですよね、解けない問題もありますなんでここ、えー、講義話聞いたはずだから、えー、過去問番号、えー、書いてあるの解いてみようところがあれ解けないねというのはまあ、時々あるんですよそれはなぜかというとその1問の1個の足の中にですね後から書 講義で出ててくるよううなな内容がが含まれて複合的な足っていうのがもちろんあるからなんですだから要するに1つの足の掲載が複数ページに分かれているってこともあるだから1つの足の中に3つ4つの論点が実は含まれているなんてことも珍しくないそうすると過去問番号はブレイクスルーの2箇所にですね同じ過去問番号を掲載するってことも少なくないんです。 代理の論点と意思表示の論点が複合的になっているだから代理のところにも過去問番号を載せるし意思表示のところにも過去問番号を載せるというようなものもありますからそうすると意思表示の方を先にやってその過去問番号を書いてあるから解いてみようと思ったらあれ代理のことまだ聞いてないから解けないやなんていうことは珍しくないんですそうした場合には、えー、当該足に付箋を貼ってもう飛ばしちゃう,、ね、もうそれをあのできるようにならなきゃいけないんだっていうね思い込みを持つ必要はないできなかったらどんどん 貼っててどどんどん飛ばしてください、ね、その付箋があー2回目3回目の時に剥がれていけばいいんですから別にあの1回目の過去問を学習の時に全てをね分からなきゃいけないなんて思わないこと。 ちなみに過去問の正答率は初めて解くときには4割ですよ。4割です。4割解ければ頂上ね。ですので、えー、あの、なでしょう。皆さん、こう自分に厳しいから。すごくなんかね、高度なものを、やっぱり自分に貸しちゃう方いらっしゃるんですけど。それで辛くなっちゃって、勉強が空転しちゃうんでは、何もなりませんから。もうね、初めは本当に肩の力を抜いて、えー、だけども真剣に取り組んでいってほしいと思います。さあ、それではじゃ、復習の仕方としましては、以上。 あとはですね今このご時世ですから皆さんあのご自宅で聞いてくださってると思うんですけれどもどうしてもウェブで聞いていくと止められますよね画像をね。止止めめなないいいででくださいできれば止めないこと、まあ、もちろん2倍速とかにしてあのすごいスピードで聞いているからその止めざるを得ないっていう人もいるのかもしれませんが、まあ、基本その「 講義をぶち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 止めてですね巻き戻してであのまた聞いてとかっていうのはあまりお勧めできません。でと言いますのもそのもう一回聞けるっていう気の緩みがあとんでもないですねそのマイナスになってしまう可能性があるんです。で昔私が受験生だった時今から25年前とかですけどいや違う26年前十六年前なんですがそのレックに私ももちろん通っていたんですけれどもいわゆる あのウェブななんんてなかったんですよパソコンとかっていうのもなかったです時代ですからあ欠席してしまうとねあの欠席カセットカセットテープを1講義500円も払ってカセットテープを借りなきゃいけなかったでそうするとその生講義をですね録音することも禁止されていた IC レコーダーみたいなものなかったですしねその録音も禁止されていたしそして欠席カセットを500円で借りなきゃいけないなんていうだからですよ通通学して通ってきてっき もう必死になって聞きましたよだって欠席したら500円毎回、ね、かかっちゃうしそしてあの出席してもしうとうとでもしちゃったりしたら、ね、その部分について講義を聞きそびれてしまったらやっぱりカセット借りなきゃいけないんですよだから必死にもうねもうあの眠気と戦いながら、ねまあ、あと体調も管理してとにかく休まずにちゃんと聞き切ろうというふうなことを一生懸命、ね、やった記憶があります。で ところがそのもう一度聞けるなやっていうふうにね思って聞いていくとやっぱどうしても気が緩んでしまう。 ちょっとふーっとこうあの違うこと考えたりとか気づいたら爪切ってるとかね <laughs> あの机の周りに鏡とか爪切りとかおいちゃ駄目ですよ、ねあのあのまあ、男の受験生の方で先生「俺気づいたら鼻毛抜いてるんですよ」とかって言ってで大笑いしたことがあったりしたんですけどあの、ねまあ、とにかくそういう鏡系とかね爪切り系とか綿棒とかね絶対置いとかない方がいいと思うんですが、まあ、とにかくあの集中できる環境で、えー、こうもう一回こう巻き戻して聞きゃいいっていう気の緩みが本当に積もり積もるとねもうこの3時間で聞ききなきゃ 二度と聞けないと思って聞いている人と比べて百回を超える講義ですからものすごくねあの差が出てきてしまいます。ですからなるべくこう巻き戻しというのを使わずにもう二度と聞けないんだと思って集中して聞いてほしいなというふうに思っております。あの巻き戻しのボタンをね壊しちゃったとかいう受験生いましたよ。前あの DVD の受験生の方で DVD レコーダーで巻き戻しをね押しちゃうっていうねだからそれ押せないようにねあのボタンをねあの壊しちゃったんですとか。<laughs> それもまたどうかなと思うんですけどでもそれがの ことをねやってもらってもいいんじゃないかなと思います。であと あの再生スピードをかなり速くして聞いてくださってる方いるんですけど私ただでさえ話すの早いのに2倍速とかでよく聞いてられるんだと思うんですけどねであのいや先生の話あの2倍速で聞くと眉毛つながるんですわとかっていう、ね、昔あの眉毛つながる事件でね私の講義を2倍速でずっと聞き続けると眉毛がつながっていくでなんで眉毛つながるかというとなんか前頭葉が活性化されるんですってなでよ,よく分かんないんですけどあのここがねなんかあのサーモグラフィーとかで見ると頭すごく使ってる人ってここの前頭葉の部分 体温,が赤くな体温が高くなるらしいんですよ体温が高くなるとあの毛根が活性化されて眉毛がつながるっていうねなんかそういうなんかあの最初冗談かよと思ってたんですけど何年もわたって講義でこのことを言ってたら「先生実は僕もなんです」とか「私もなんです」なんてちょっと女性まあ男性もそうですけど、ね、美容の観点からあんまり喜ばしいことではないんですけど眉毛つながると合格するみたいなまことしやかなね噂が一時期 <laughs> のクラスで流れたこともあるんですけどまあまあそれはともかくとしてその最 スピードを、ね、そこまで速くしてで速くしちゃったがためによく聞き取れなくてで聞き取れなくてで結局巻き戻してで巻き戻したら結局3時間以上かかっちゃうっていうそれもどうかなと思いますから、まあ、あのそこはもう皆さんね、まあ、徐々に徐々に速くしていくのかまたオリジナルスピードで聞くのか、まあ、そこはお任せをいたします。 え早くねあの通学の皆さんがこう戻ってこられて教室で一緒に講義できる状態になりたいのは山々なんですが今こういう状況ですからねなかなかあのそれも難しい。ただまああの 画面の向こうで、ね、たくさんの方が聞いてくださっていると思いますので、まあ、そこはもうさすがに私も21年間講義やってますから皆さんのつまずくポイントそれから、ね、あの皆さんが大体は、はてなマークがこう顔に浮かぶんですよね分かってないとでそうあ分かってないなっていうポイントっていうのはそうあの大体もう把握してますですからまあ目の前に皆さんいなくても、ね、あたかもいるかのように <laughs> 講義していきますので、まあ、そこはご安心ください。 さあ、それでは、じゃ、あの、前置きこれぐらいにしまして、ま早速中身入っていきましょう。さあ、それではですね、今日は。まず、民法総則のブレイクスルーテキストを使って、説明していきたいと思うんですけれども。まずは、あの、民法除雪というですね、え、三ページ以下のところです。さあ、民法除雪のところ、この三ページ、四ページ、五ページ。そして、え、七ページの、上半、上半とか、上、上部。 一番上,の半上半分のところまでは全体構造の復習とということになります4567の,復習、えー、4 5 6 7の上半分まで全体構造の復習ですのでそうですねまああの D ですかねだって全体構造でやりましたから、ね、あの読んでも害はないけれど別に読まなきゃ受からないという部分ではないとねただ全体構造を効率よくちょっと思い出したいという方は、まあ、別に読んでも害はありませんからもう皆さんにお任せします。 さあでは7ページの下半分から民法の指導原理というところから見ていきましょうまずあの民法の指導原理という言葉そもそもこれ何かというと要するに四大原則と言ってもいいしまたは解釈をする際の、まあ、指針みたいな感じですよ民法を解釈する際の指針少なくともこの四原則に反するような解釈はできないよっていうね。 まあ解釈する際の方向性とか、ねえー、指針のようなものだと4、まあ、大原則と言っても構いませんまずは権利能力平等の原則でこちらの図表の中でチェックしていただいてもいいですし え次の8ページのところでチェックしていただいてもいい、まあ、8ページのところ繰り返しになってますから8ページチェックしましょうか、えー、8ページご覧になっていただきまして「権利能力平等の原則」青字を2行半チェックしていきましょう「権利能力平等の原則」とはすべて自然人は階級職業年齢等によって差別されることなく平等に権利義務の主体となることができるという原則であると、ね、ここまでです。 さあ権利能力平等の原則で用語解説のところ権利能力とは何ぞやというのが出てきてますのでそこをチェックしてほしいと思います。えー、権利能力とは権利や義務のの主体ととなる資格のことを言います所有権の主体となることができる資格債権債務の主体となることができる資格、えー、これを権利能力というふうに呼んでいるわけです。 で自然人というのは我々生きた人間のことになりますですから権利能力平等の原則とはすべて我々生きた人間は階級や職業年齢等によって差別されることなく平等に権利義務の主体となることができるこれを権利能力平等の原則と呼んでいきますゼロ歳の赤ちゃんであろうが百歳のご老人意識不明中で闘病中の方であろうとですねみんな生きた人間であれば権利能力ね所有権などの権利を主体となる債権債務の主体となることができる能力を持っている。 ということですさあそれでは所有権絶対の原則次にここもチェックしておきましょう、えー、所有権絶対の原則とは近代所有権は何らの人為的拘束を受けない完全円満な支配権であり新生不可侵であることを言うと 自分の所有物をある日突然他人に取り上げられるとかお上に、ね、取り上げられるということはあってはならないと、ね、所有権は申請不可侵であるという原則のことを申請、えー、所有権絶対の原則というふうに呼んでいくわけです。さあそれではじゃあ続いて3番私的自治の原則これも2行チェックしましょう。私的自治の原則とはすべての個人は自由な意思によらなくては権利を取得し義務を負わされることはないという原則である。 すべ、えー、て個人自由な意思によらなければ権利を取得させられない、ねでえー、要するに自分が所有権を欲してるから所有権を手に入れるならともかく欲しくもないものをです、ねえー、あの無理やり所有させられる権利を取得させられてしまうとか、えー、自分があの望んで義務を負うならいい、ね、だけども望まないのに義務を負わされる、まあ、義務っていうのはまあ代表例は債務のことです。 さえも負わさせられる終わられるということはない。だから自分で望んで権利を手に入れ、望んで義務を負うということを定めた原則のことを私的自治の原則というふうに呼んでいくわけです。で、この原則からですね、あの発生したあの発生原則として契約自由の原則っていうのがあるんです。この私的自治の原則から派生する原則に、えー、契約自由の原則。いわゆるあの 自分で望んで権利を取得し望んで義務を負うということをあの歌うこの私的自治の原則から、えー、誰と契約するかどんな契約を締結していくのかそれは、えー、自分で、えー、望むところに従って契約相手を選び契約内容を決めそして、えー、契約内容を決めることができますよっていうそういう契約自由の原則という原則につながっていくと。 だからその自自分のの望望むむ相手とと契約を締結できるる由というものがあるでその結果だから権利を取得し義務を負うのはそれはあなたが望んでやったことでしょっていうねでまさに望まずに権利を取得させられたり義務を負わされたりすることはないという原則これが私的自治の原則ということです。 さあそれれでは続いて4番これも青字チェックししきましょう過失責任の原則とは人は故意または過失に基づいて他人の権利利益を侵害し損失を与えた場合にのみ損害賠償責任を負うとするものである、ね。要するに江戸時代などのようにですよそのまあ何か一揆とか起こしたらですね、えー お父さんが息を起こしたらその家の家族全員火あぶりとかそういうその自分が行ったことではない他人の行為によって損害賠償の責任を負わされるということはない基本的に自分自身がですね故意または過失故意、まあ、というのはわざと過失は不注意で他人の権利や利益を侵害して損害を与えた場合でなければ他人がやったことに関して自分が責任を問われる言われはないというね過失責任の原則という原則が4つ目になります。 さあ今あのこの4つの原則いずれも青字のところだけチェックしたんですがそれ以外の文章は D です D 別に読んでも以外はないですけど別に読まなくても合否に影響はないそれ以外の文章は D としておいてくださいさあプラスアルファは先ほど言いました B ね AB の B ねということになります。 ではこの権利能力平等の原則所有権絶対の原則私的自治の原則過失責任の原則こちらの4つの指導原理と呼ばれる4大原則これ以外にも実は民法を学習するにあたって大原則と言われるようなものがあと2つございます。 それをね、ちょっとブレイクするには別のページに出てくるんですよ。別のページに出てくるんですが、ちょっとこのタイミングでやってしまいたいので、抗議ノートの丸一の一ページをご覧になっていただきたいと思います。抗議ノート丸一の一ページです。さあ、抗議ノート丸一の一ページ。権利を行使する際の基本原則としまして、一番、審議誠実の原則。これ、民法第一条第二項。 1> 1でローマ数字2は2項のこととを表しししたわけですす誠実の原則略して真偽則略して真偽則略略てていうふうふに呼びますでこれは取引関係は相手方を信頼して初めて成り立つものであり私たちは相互に相手方の信頼を裏切らないように誠実に行動する必要があるこれを「信義誠実の原則」略して「信義則という、えー、いわゆる相手方の信頼を裏切らないように誠実に行動しようという、ね、原則のことです。 審議則に照らして許されないとかねあなたの権利行使は審議則に照らして許されないんだとかなんとかそういう、ね、誰かの権利行使を認めない文脈の中で使っていきますあなたの権利行使審、ね、議、えー、則に照らして許されるものではないと言ったような使い方なんですですから権利行使を否定する文脈で使われていくその理由付けとして使われるということですさあ、審、え、議、ー、則からさらに派生した原則というのがあります近半減の原則 これは自分の言葉に反する行為を禁止する自分の言葉や自分の行為に矛盾した態度を取ることは許されないという原則のこと金半減の原則と呼んでいきますあなたの権利行使は金半減の原則に照らして許されないんだとかそういう使い方をしていくわけです、ね、言ったこととやったことが違うじゃないかっていうことですよだからあなた権利を持っていてもこの権利行使はできないよ、まあ、言ったことと違うじゃないですかっていうそういう文脈ですね さあ、もう一つがクリーンハンズの原則。え、これ直訳すると、綺麗な手の原則ってことなんですが。あの、自ら汚れた手を持つ者は、法の助力を受けることができないという原則のこと。例えばですよ。あの、一昔、一昔前というか。まあ、あの、ちょっと問題と。 まあ,あれは女性のみ減点するとかっていう話だったか、まあ、例えば医学部にです、ね、裏口入学を息子にさせたくて息子を医学部に裏口入学させたくてでその大学側の例えば理事長とかにこうなんてうですか贈与をしてです、ね、賄,賂をだ賄賂を渡して自分の息子を医学部に裏口入学させようとしたって。 で賄賂渡したんですよ理事長とかにところが不合格になっちゃったでなんで賄賂を渡したのに不合格にしてんだじゃああの賄賂を返しやがれ」って言ってその賄賂の,そのいわゆる返還の請求の訴訟を起こしたで約束違うじゃないかなんで息子が合格しなかったんだあの渡した賄賂を返せ」っていう訴訟を起こしたこれ認められますかっていうといやいや自分の息子を裏口入学させるために理事長に渡した賄賂をですね合格できなかったからって今度はあのそれを返せって。 確かに返還を請求する権利はあるんですよ権利はあるんですけれども自ら汚れた手を持つ者が都合悪くなった時だけ法の助力を受けていこうと、ねまあ、裏口入学は犯罪になるわけではありませんけれどもその、まあ、国公立大学だったら収賄罪になっちゃいますね国公立大学だったら大学関係者公務員になりますから、まあ、収賄罪という歴史とした犯罪になりますが、まあ、私立大学だったらまあ刑法犯罪ではないだけど褒められたことではないんですよ。そうやって、えーその 自らその法を犯すかまたは褒められたことでないことをやっておきながらですよ都合が悪くなると途端に法の力を借りて自分の身を守ろうとするのはあまりにも虫がよすぎるよねそういう時には権利はあるけれどもその権利行使を認めないやはり権利行使を認めない時の理由付けとして使われていくことになります。さあそれででは続いて権利乱用ののの禁止の原則ですつつ目が審議族と並ぶもう1つの え基本原則としては権利乱用禁止の原則1条3項、これ、外形的には権利の行使のように見えるが、基本的、実質的に見ると、社会性に反し認められない場合には、これを権利乱用として、権利本来の公用が認められない、やはりこれもですね、権利行使を認めない理由付けとして使われていくものです。有名なのが、うなずき温泉事件と呼ばれる事件なんです。 これ宇奈月温泉って実際にあるあ,のあそこの宇奈月のあそこのってあの有名な温泉の温泉の町宇奈月温泉ですよねで「宇奈月温泉事件」で民法の判例には今回のように名前が付いているものはそう多くはありません。 憲法のの判例いいいうのはいろんな名前ついてましたよねマクリーン事件とか、ね、やりましたしそれからあの塩味訴訟だとかそれこそいろんなこう、えー、存続殺重罰規定違憲判決、えー、薬事法事件とかね薬事法距離制限事件とか森林法共有林事件とかそういった名前ついてるものが多かったんですけれども、えー、この民法判例にはあんまりそういう、ね、名前がついてる判例ってそう多くないんです。うなずき温泉事件はその一つ えー、だから名前がついてるっていうのは結構有名な事件だと思ってみてくださいさあどういう事件だったかこれあの X さんがその所有する土地上を通過する Y の温泉引頭管の撤去を求めた事件 X さんの所有の土地上に Y さんの Y は温泉宿の旅館、えー、だと思ってください旅館の、えー、温泉を引いてくるパイプが、えー、X 所有土地の上に無断で設置されていたとで事,件事実の概要 本件土地はもともと A の所有する物であり Y の咽頭管は A の同意を得ないで設置されたが土地が求刑者の荒地であったため放置されていたこれを知った X が本件土地を A さんから買い取ってねもうそれも二足三本の安さで買い取って Y に時価の数十倍の価格での買い取りを要求したが拒否されたつまりあの Y のパイプが設置されている底地を買い取った X さんが 自分はめちゃくちゃ安い値段で買い取りながら時価の数十倍の価格でその温泉宿の Y に対してその土地の買い取りを要求したが Y は拒否したとでそこで X は土地の所有権に基づく妨害排除請求として陰頭管の除去と立ち入り禁止を求めたという事件ですはい土地の所有権に基づく妨害排除請求覚えてますか覚えてますかあの忘れちゃってますよね <laughs> 全体構造の2回目でやった物件的請求権の一つです 物件的請求権と覚えてます物件的請求権あの物件を持っていることによってその物件の支配を妨害する者に対してその妨害をやめるようにですねこう請求する請求権が発生していくというあの物件的請求権の一つ物件的妨害排除請求権いわゆるこの自分の所有する土地上に勝手に置かれた温泉の あのお湯を引っ張ってくるパイプをどかせというですね訴訟を起こしたという事件なんです。で、えー、物件的妨害排除請求権ね、での訴訟を起こしたと。で、判子なと言ったか、大審議というのは最高裁の前身ですよね。 大審議は所有権の侵害にによる損失は有に足らず侵害の除去が著しく困難でありそれができるとしても莫大な費用を要すべき場合においてこのような手段を取ることは、えー、不当な利益を図るために所有権をその具に供するものであって社会通念上所有権の目的に位反してその機能として許されるべき範囲を逸脱するものであり権利の乱用に他ならないと判示した。つまりこの請求権は 妨害排除請求は認められないとねいう判断を下したということなんですつまり所有権持ってるんですよ所有権持ってるんですから妨害排除請求権を使うことができる権利はあるんですだけれどもその権利行使は権利乱用禁止の原則に触れてこれ許されないんだというふうに判断をしたと X が負けちゃったという判決なんですね でこういったように権利行使を、えー、制限する理由付けとして審議のの原原原則則則や権利乱用禁止とというがが使われることがありますただしですね、まあ、審議則もそうなんですがこの権利乱用禁止だとか審議則というのは困った時の最終手段だと思ってください。えー、困った時の最終手段つまり他の理由付けによって権利行使を禁止できるんだったらその他の理由付けを先に使いなさいということなんです。他の理由付けが、えー、通らない場合ね どこを探してもその権利交渉を制限する理由付けが見つからないような場合に晩酌尽きたときに最後に手を出すのが審議則だったり権利乱用禁止の原則だったりするということでですねその他の理由付けでもって説明ができる時には使っていかないという点があるということはご承知おきくださいそれが一番下に書いてあるところなおこの権利乱用禁止、まあ、権利乱用禁止しか書いてませんが審議則も同じです。 権利乱用禁止は一般的条項であり、その要件も不明確なので、民法の他の条文などによる救済が不可能な場合に、あくまでも補充的に最後の手段として使うべきものであるということになっていきます。さあ、それではじゃああのこの2つの原則、えー、なんですけれども、これはですね。あのブレックスの他の、えー、別のページに出てくるんですよ。出てくるんですが。まあ、この2つに関して。 1> は一ページはコピーしてこの八ページの後ろに閉じておいた方がいいかもしれませんね。八ページの後ろのところにちょっと閉じておいていただくといいかなというふうに思います。八ページの後ろのところに閉じ込んでおくことをお勧めします。まあ書き込んじゃうとその。 切り取っていくと後ろのページも一緒に切り取られちゃううっていうね、本当は後ろのページ白紙にできればよかったんですけどちょっとページ数がかさんでしまうのでそういうわけにもいかずえまあもしあの気になるようでしたらまコピーを取ってえあらかじめコピー取っておいてストックしておいて挟むべきものは挟んでいくという使い方がよろしいかもしれません。ここはちょっとあの先に言っておかなかったので申し訳なかったんですがえ8ページの後ろに閉じ込んでおくことをお勧めします。 では続きまして9ページ以降第2章「試験の主体」というところに移っていきましょうナビゲーターズボイスについては先ほど言った通り D ですので別に読んでも読まなくても本当に読まなくても大丈夫とさあ試験というのは司法上の権利のことですで司法というのは、えー、一般人と一般人との間の関係を規律する法律のことでしたよね、えー、民法が司法の王様だったわけですさあ、えー、試験の主体司法上の権利の主体 まず第1節自然人我々生きた人間のこと第2節法人ねこれは会社などのことということになりますさあまず10ページご覧になっていただきまして第1節自然人からですさあでこちらの権利能力についてまず1行チェックをお願いしますあの図表の3の中ですね図表の3の中チェックをお願いします司法上の権利義務の貴族主体となる地位資格 司法上の権利義務の帰属主体となる地位資格と、えー、こちらをチェックしてみてください。さあ、それではこの権利能力につきまして、えー、権利能力についてですね、ちょっと今から勉強をしていきましょう。 では、まず十、十ページのところの図表四。年齢と各種の能力については、これ出てくる。あの、ものがね、全部まとまっちゃっているので、まだ今ここでは権利能力しかやりませんから。この図表は b. です。この図表は b. とね、させていただきます。さあ、では十一ページ、創設のところです。まず、まずですね。民法は以下読んでいきますが、チェックは途中からお願いします。 民法は財産関係を規律するという観点から法律効果を帰属させるにふさわしいと考えたものをすべて権利義務の主体としているでこの書きからチェックを4行お願いしますこの権利義務の主体となりうる地位資格のことを権利能力というこの権利能力を有するものは自然人かっこ生きている人間と自然人以外のもので法が権利能力を与えた法人かっこ会社など人間が作り出した制度である法人とに区別されると。 さあ、試験の主体というのは人であると。じゃあ人って何って言われたら、自然人と法人ですよ。試験の主体、権利義務の主体となり得る地位資格のことを権利能力と呼び、権利能力を持っているのは誰ですか。それは自然人と法人ですよということなんです。自然人と法人ですよ。さあ、それではまずはその自然人から見ていきます。十二ページ見ていただきたいんですが。 はい、12ページ言いまして自然人に関する権利能力の四季周期のイメージの図まず身ごもって妊娠して出生出生どちらでも呼び方は構いません出生出生、えーね、生まれるということですねおぎゃーと生まれてそして死亡するまで権利能力が人には認められると、えーね、自然人の権利能力が認められるということになっていきます。 さてそれではですね、12ページのところ、こちら、2段落目、冒頭四行は別に D ですね、別に D で読んでも学んでもどちらでもいいんですが、12ページの2段落目、従ってから読んでいきます、チェックは途中からお願いします、従って個人はすべて権利能力を有するわけであるが、その式がいつかが一応問題となる、スタートがいつかが一応問題となりますよと。 この点に関してというところからチェックお願いします。この点に関して民法は、私権の共有は出生に始まると、えー、規定していると。出生、出生、出生と呼びましょうか。出生に始まると規定していると。これはすべて自然人は出生と同時に権利能力を取得する意味だと返されていると。で えー、ここでチェック一旦やめてください出生と同時に権利能力、えー、所有権などの権利の主体となったり債権債務の主体となったりする権利能力は、えー、出生と同時に手に入る、まあ、手に入るというかねあの認められると。では出生とは何か。 ここからは一旦チェックを読みましょう出生の時期以下は胎児が生きて生まれたのか否かの決定を通して相続関係者の利害に関係したりまた年齢や成年に達する時点出生届の届出時期の式の決定にとって意味があるところからその具体的時期が問題となるがその後からチェックしてください通説は生きて母体から完全に分離した時全部露出説っていうのがすごいですよね,ね言い方がね、もうちょっとなんかソフトに言えなかったのかなと思うんですが全部露出説ねという説ねその瞬間から権利能力を取得する 通常は頭から出てきたとして、まあ、最後足が出てきて、ね、あの赤ちゃんがお母さんから完全に分離した時に権利能力を取得する全部露出説っていうんですよ。で刑法ではいつから、えー、いわゆるあの人はあいつからですねあの人は母体とは独立したその人として扱われるかっていうと実は一部露出説なんですよ。 で比較しようっていう比較しようっていうい刑法まだやってないからあれなんですけれどもチェックいいですよ刑法では一部露出説説が判例通説です母体から一部露出のものを殺害した場合そのものに対する殺人罪を成立させるなど早い方がいいからなんですよ刑法というのはやっぱりこう、ね、例えばその全部露出する前にその例えば。 お医者さんとかね助産師さんとかありえない話だと思いますがその故意でもって子供を殺害した時にまだ全部出てきてないからこれは母親とは別の人格ではないよって殺人罪にはならないっていうことだとそれはちょっとそのね 守守らられれれるるべべきき利利益益ととといいいううううもものののの赤ちゃんの守られるべき生命身体の安全ががししろにされてしまうだから一部でも母体から出てきたときに母親とは別の人格である、ね、つまり保護されるべき人格であるとしてそれに対してその害を加えるような行為をすればそれはもう傷害罪だったり殺人罪だったりの罪に問えるということなわけなんです。ところが民法では別にそういったその傷つけるとかなんとかってそういったことを考える必要はないので。 民法では全部完全にお母さんから分離した時にその時にお母さんとは別の自然人であるとして権利能力を認めようということになるわけなんですね。さあそれでは最後の産業は D です最後の産業は D。では問題なのは全部露出する前の胎児の扱いです。さあ胎児というのは結局全部露出してないんですから権利能力を持たないということになります。 はい、13ページ読んでいきますね、えー、チェックはいいですよ胎児はまだ出生しておらず人ではないのであるから本来権利能力を有しないはずであるしかしやがて人となることが予想されながら出生の時が少し遅いという単なる偶然によって常に権利取得を否定するのは不公平であるということなんですで、これどういうことかというとですよ。えー、例えば書きかちょっと読んでいきますが 例えば出生前に父親が死亡した場合出生前に父親が死亡した場合父親の遺産は例えば先に生まれたお兄ちゃん奥さんと先に生まれたお兄ちゃんに相続されていくことになります。相続というのはお父さんの持っていた土地の所有権や車の所有権建物の所有権などそういったものが相続によって相続人に所有権が移転するんです。で お母さんと先に生まれたお兄ちゃんにはお父さんの持っていた遺産の所有権が移転するところがそのお母さんは妊娠中で実は第二子をお腹に宿していたとででも胎児に権利能力が認められないということによって所有権の主体になることもできないんです遺産の所有権の主体になることが権利能力がなければ権利の主体になれませんからね 所有権の主体になれないよって胎児は遺産を相続することができないちょっと早く生まれたお兄ちゃんは遺産の所有権を相続することができるのに、ね、相続によって取得することができるのに生まれるのが遅かったばっかりにお腹の中の第二子弟だか妹だかは結局遺産の所有権を手に入れるということができなくなってしまうそれは不公平だよねと。 また例えばそのお父さんが亡くなった理由というのが例えば第三者の運転する車に引かれて死亡したいわゆる交通事故によって死亡したそうすると加害者に対していわゆるこれ損害賠償請求というのを残された奥さんとお兄ちゃんはすることができるんです。つまりお父さんが亡くなってしまったことによる精神的苦痛に対する慰謝料だとかあとはお父さんが将来的に稼ぐはずだった将来収入ですよね。そういったものこれを 損害である、ね、これが入ってこなくなるということはこれ損害、ね、入ってくるべきお金が入ってこないという、ね、これも損害にあたります。でまた精神的な苦痛を被った、ねえー、これも損害なんです。でまあ、精神的苦痛を被ったことによる損害賠償を特に慰謝料なんていう,ふう,に言うんですが慰謝料請求精神的損害を被ったことに対する賠償請求は特に慰謝料請求、ね。 今回だとその慰謝料請求とそれから将来得られるはずだったお父さんの稼ぎですねそれが入ってこなくなったことについてそれも損害ですから損害賠償請求をすることができる根拠条文は709条となりますところが損害賠償請求権これ債権なんですよ。ということは債権を持つことができるためにも権利能力が必要なんです。だから 先に生まれたお兄ちゃんは、えー、自然人として権利能力がありますから損害賠償請求権を行使できるんですがもちろん奥さんもね奥さんもできますところがその第二子となる胎児はまだ生まれていないがために損害賠償請求権の主体となる権利能力を持たないよってお父さんを引き殺した、ね、加害者に対して損害賠償請求をすることもできないこれってちょっと不公平じゃないですか。 生まれる時期が遅かったばっかりにお父さんの遺産の所有権を相続によって取得することもそしてお父さんを死に至らしめた加害者に対してその損害賠償請求をすることもできないこれはちょっとどうなのという点でそこで民法はこのような不都合不公平をできるだけ少なくするためにその後からチェックしましょう不法行為による損害賠償請求相続遺贈の3つについて個別的に胎児をすでに生まれたものとみなすことにしたと。 不法行為による損害賠償請求先ほどの加害者に対する損害賠償ですねでお父さんの亡くなった遺産の所有権などを相続によって取得するという相続の場面そして「遺贈」遺贈というのはここで初めて出てきたことになりますよねちょっと遺贈の定義を書いていきたいと思いますので、えー、皆さんは「ブレイクスルー」の13ページの「 余白のところに書いていただきたいのですが「遺、えーね、像」というのは遺言による贈与という意味なんです。異像ね,異像ね異像異言による贈与でこれ皆さん遺言っていうふうに呼ぶと思うんですが。あの 正確にには遺言というふうふ呼びますで、まあ、まあ私たちも一般の方にご説明する時には遺言という言葉に使いますけれども正確に言うと遺言なんですね。で遺、えー、言による贈与で遺贈なんです。で遺言状の中でしか書けません遺言状の中で私が死んだら、えー、高土地を、えーあのー、生まれてくる胎児に遺贈する私が死んだら 自動車を生まれてくる胎児に贈与する、それを遺贈という対応になります。で、これ、渡す方あげる方を遺贈者遺言状によって財産をあげる人のことを遺贈者または遺言者と言います、あげる方ね。で、もらう人の方を受遺者と。 獣医者というふうふに呼ぶんですもらう人のことを獣医者というふうに呼んでいくとこの言葉はぜひあの覚えておいてくださいあげる方を遺言者遺贈者もらう方を獣医者というふうに呼んでいく。要するにお父さんが生前に私が死んだら公土地を生まれてくる胎児に遺贈するそういう遺言状を残していたのであれば遺贈、えー、によってその生まれてくる胎児に土地を贈与する土地の所有権が遺贈によって、えー、その 移転していきます依者に、えー、移増によって土地の所有権が遺贈者から受意、えー、者に移転する遺贈によって、えー、その対象財産の所有権が遺贈、えー、者から受意者に移転するんです。ということは受意者,者,者が所有者になるということは、えー、所有権の主体となるべき権利能力を持ってなきゃダメなんですよ。 所所有有権権権のの主主体体ととなななるることができる権利能力を持っていなければ所有権の主体にはなれないだから胎児に権利能力がないと考えてしまうとせっかくお父さんが生まれてくる胎児に高土地を遺贈するっていう遺言を残してくれたのに胎児に所有権を主体となることができる権利能力がないとされるとその遺言は無駄になってしまうということなんです。 ところが、えー、不法行為による損害賠償相続、遺贈について、えー、個別的に胎児をすでに生まれたものとみなすことにしたという取り扱いをすることによって、えー、胎児に権利能力が、えー、あのこの場合においては認めていくすで、えー、に生まれたものとみなすんですからいわゆる遺贈の財産の所有をすることができると、ね、いわゆるお父さんがせっかく残してくれた遺言を無駄にしなくて済むということになるわけなんです。 私が死んだら、高土地を生まれてくる胎児に移贈するというふうな遺言を残していたのであれば、まだ生まれてない胎児がその土地の所有権を取得することができるということになるんです。さあ、それでは、ワンポイント、星の1のところ、ちょっと見てみてください、根拠条文をちょっと見ていきましょう、721条、胎児は損害賠償の請求権についてはすでに生まれたものとみなす。 これが721条ねだから損害賠償請求が結局対治できるってことですよ、ね、お父さんが事故で亡くなったその加害者に対して対治も損害賠償請求ができるってことですそして886条1個だから対治がお腹の中にいる時にお父さんが亡くなるだとしてお父さんの財産について相続が発生したそしたら先に生まれたお兄ちゃんと同様に対治も財産の所有権を相続できるということなんですよ えー、965条886条の規定は「獣医者について順用する」「順用というのは順じで用いる」同じ結論を取るということです。ということはお父さんが私が死んだら公土地は生まれてくる胎児に遺贈するそういう遺言状を残しといてくれたのであれば結局胎児はその公土地をの所有権を遺贈によって取得できるってことです。だから生まれた時期が遅かったばっかりに不公平になるということは結論として回避できるんです。 さあこの3つしっかりね覚えておいていただきたいんですがところが、ここであのちょっと問題が出てくるわけなんです。すでに生まれたもの,と,みなすの意味という次の推論対策なんですけれどもこの推論対策は憲法同様すべての推論対策の部分についてやるわけではありませんが、まあ、これはというものに関してはご紹介していきます。 あちなみにね、推論問題の出題の可能性なんですが、憲法ではまあ3問中1問は出てくるでしょうと言いましたが、民法ではもう推論問題は死滅したと言われてます。あ死滅っていうのが出ないというふうに考えられているので、えー、そんなに心配する必要はないですよ。ただしです、ね、あの推論対策の中にこうブレイクスルー 書かれていることが知推論問題としてまる1問としてはもう多分出ないと思うんですけどもこのグレーの網掛けがかかっている部分あの使って説明した部分についてはちゃんと復習をしてください。さあ、推論対策これ一体何かというと結論としては言いましたよね赤ちゃん生まれてない胎児であっても先に生まれたお兄ちゃん同様お父さんを死に至らしめた加害者に損害賠償請求できます。 お父さんが、えー、亡くなったら、えー、胎児もお父さんの財産について相続によって所有権取得できますそしてお父さんが、えー、生まれてくる胎児に移送するっていうね遺言状を残しておいてくれたら胎児生まれてなくてもその財産を移送によって、えー、所有権取得できますだから結論としてはさっき言った通りじゃあいつ損害賠償請求できるんですかという点が次の問題になるわけなんです いつ損害賠償請求まあちょっとそのお父さんが不法行為によって死にらしめてたらしめられてしまったというねその例を使って言うならばいつ損害賠償請求することができるんでしょうかということがこれによって問題となってくるわけなんですさあこの問題それが推論対策に書かれているということなんですねではここでですね、えー、一つちょっと先取りをしていかなければ いけない内容というのがあるんです。で、それはですね、ちょっとページを先にあれしますよ。ページを先にちょっと先のページのところを見ていただきたいんですが、代理についてのですねページをちょっと開いていただきたいね。あの百四十九ページ、百四十九ページで百四十九ページの えー、代理行為の本人への効果帰属要件というね、この知識をね、ちょっと最初に頭に入れておかないと話はつながってこないんですよですので149ページをちょっと開いていただいてねあの、胎児の間にお父さんが事故で死んでしまいました加害者に損害賠償請求をすることが胎児でも認められますじゃあ問題は胎児はいつ損害賠償請求できるんでしょうかそれは あの退治中にできるんでしょうかそれとも生まれた後でしょうかという問題なんですけどその話を説明するためにまずこの代理制度についてちょっと知っておかないと話が繋がらないんですよなので説明させていただきますね前提知識としての代理人の行った代理行為の効果それがどうなるのかという問題ですはいここ見ていただくとですねここ見ていただくと 代理人が行った法律行為、例えば本人 A さんが自分は不動産取引に不慣れだから不動産取引に詳しい友人の B にですねちょっと代理人となってもらおうと言って、本人が友人の B さん、ね、本人 A さんにしましょうこれ、本人 A さんが友人の B さんに対して、えー、あの代理人になってくれるように頼みました。ページを移しますか,移しましょうか本人の A さんが 代理人として B さん友人を選んで B さんに代理権を授けた代理人になったよ不動産ねちょっとえあの適当な不動産を私の代わりに買ってきたよ君を代理人にするから代理権を授けたんですで代理人が不動産を探しましておこれいい不動産だって言って相手方 C との間で売買契約を締結するで C さんが売り主さんでえー B とと C の間で売買契約が締結されたししましょうでそうしますと売買契約によってこれ全体構造でやった通り買い主の買い主から売り主に対して引き渡し請求権売り主から買い主に対して売買代金請求権代金債権それぞれ発生しますよね引き渡し債権と代金債権が発生するそして所有権は売り主から買い主に移転するわけですじゃあこの時その債権債務というのは BC 間に発生するんですか という問題が生じてくるわけなんです。で、えー、実は債権債務は B.C 間に発生するわけではありません。えー、A と C との間に、えー、債権債務関係が発生するということになるんです。つまり A さんが買い主になるんです。直接ですから、えー、A からあ C に対して引き渡し債権、C からあ A に対して売買代金債権、まあそれ売買と。 あ、売買じゃない代金債権ね。代金債権。ここですね。失礼します。代金債権、代金債権。そしてか買い主 A から C に対して引き渡し債権。そして所有権も A かあの C から A に対して。 所有権が直接移転するというですね効果が生じていくことになりますこれが代理人のやった法律行為の効果は本人に帰属するなんていうふうに呼ぶんですね代理人がやった法律行為の効果は本人に帰属するというふうに表現していくことになりますで そののための要件代理人がやった法律行為の効果が契約の効果が本人に帰属するための要件がこの4つの要件なんですね。1つ目、本人に権利能力がなければいけないだって所有権が本人に直接移転するんですから、えー、本人に権利能力所有権の主体となれる権利能力がなければだめですそして代理人に代理権がなければだめそして代理人が代理人であることを名乗る私は A の代理人ですと名乗んなきゃだめそれを「県名」て言ったりします。 そして四、代理人と相手方との間に有効な法律行為がなければいけない、まあ、これはまた代理のところでやりましょうこういう4つの要件が満たされていると代理人がやった法律行為の効果が直接 A と C 本人に帰属していくじゃあこれをねちょっと前提としてえお話を続けていきたいと思うんですがちょっと時間が来ましたので一旦ここで休憩に入りまして休憩後後半のところで続きのお話をさせていただこうと思いますそれではじゃあ一旦休憩にお入りください はい、えー、それではですね後半の講義を始めてまいりましょう前半のところでいろいろあの皆さんにねあの勉強のやり方とお話し,しましたから後半ちょっといきなりですけども、えー、先ほどの続きから進めていきたいと思いますさあそれではですね、えー これから胎児の間にお父さんが交通事故に遭って亡くなってしまったその加害者に対して損害賠償請求をすることが胎児であってもすでに生まれたものとみなされるという規定によって損害賠償請求自体はでできるんですよだから先に生まれたお兄さんやお姉さんと不平等な取り扱いにはならない。 じゃあ問題はいつ損害賠償請求することができるんですかという問題を話すために前提として代理の話が分かってないとダメなんだよというふうなお話をして前半の最後で代理についてちょっとお話をしたわけですちょっともう一度あの代理のところ簡単にまとめていくとえ代理人がやった売買契約などの効果ねえ契約の効果ねえ売買契約の効果は全体構造でありました所有権が、えー 売り主から買い主に移転し、で、買い主から、売り主に対しては引き渡し債権、売り主から買い主に対しては代金債権が発生するという、これが売買契約の効果でしたよね。で、その効果は代理人と相手方との間に発生するんじゃなくて、直接本人と相手方との間に発生していく。で、このことを代理人のやった契約の効果が本人と相手方に帰属する。効果が本人に帰属する。などと表現していくことになります。 でそのための要件代理人のやった契約の効果が直接本人に帰属するための要件というのを代理行為の本人への効果帰属要件というんですでそれが4つありますよ1つ目が本人が権利能力を持たなきゃいけない要するに所有権が移転するところの本人が権利能力所有権の主体となれる能力地位を持っていなければいけないそして代理人に代理権がなければいけないこれが2つ目。 そして代理人が本人のためにすることを示して契約をする。まあ、具体的には私は A 代理人 B ですと名乗ることが懸明の,、まあの仕方と。懸明と呼ばれる行為は具体的には私は A 代理人 B ですと B が C に名乗ること。これを賢明というふうに呼ぶんです。懸明があること。 そして、4つ目が、代理人と相手方との間の代理行為。これが有効であること。この契約などに何らかのトラブルがないことということなんです。この4つが4つとも満たされると、代理人がやった代理行為の効果。引き渡し債権の発生、代金債権、その裏返しとしての債務の発生、そして所有権の移転というような効果が直接本人に帰属していくと。 さあ、じゃあ、この代理効果、貴族要件というのを、ちょっと頭の片隅に置いといていただいて、話を戻しましょう。話を戻しますよ。じゃあ、ここからテキストは戻っていただきまして、十三ページです。さあ、十、え、三、ー、ページの推論対策。す、え、で、ー、に生まれたものとみなすの意味のところです。 まずはですねこれ二つの説が対立してるんです解除条件説という説とそれから停止条件説という説なんですさあまずは解除条件説という説から、えー、見ていきたいと思いますそのまずう 次の14ページのところのね図を使って説明していこうと思います。次の14ページの図をご覧になってみてください。さあ14ページのところに図が出てきてますから、これを使います、はい。解除条件説というのは、まずですね、まあ、プレゼンターを移しますね。はい、えー、まず 見ごごももりました、ね、見ごもった妊娠したたたっ妊娠そして妊娠中お腹の中に、えーまあ、胎児がいる段階でそのお母さんから見ると旦那さん、まあ、胎児から見るとお父さんですねお父さんが交通事故に遭って死亡してしまったとで交通事故に遭って死亡してしまった。でこの時、えー胎児 はすでに生まれたものとみなすねということによって、実は退治中にえ権利能力を認める、退治の間に権利能力を認めるというのがこの法定解除条件説という説の特徴なんです。退治に、えー、権利能力を、退治の間に権利能力を認めるという説なんですね。で、これが解除条件説の、えー、いわゆる。 権利能力を認めるというのが、権利能力を認めるのが解除条件説の特徴とつまり、権利能力がある状況を、まあ、例えば稽古ペンでちょっと示していくならば、この身ごもって事故の時までですねずっとこう権利能力を認めていくと。 この間が権利能力ある状態だと思ってください。権利能力があるというふうに考えていく。だから、事故の時にも権利能力があった。胎児には権利能力があるんだ。でその後、無事に生まれていったとしても、最初から権利能力あるんですから。生まれた後も変わらず権利能力を認めるというふうに考えていくことになるんですね。でえー、もし、もしですよ、残念ながら死産であったような場合。 残念ながら死産であった場合には、えー、こちらですね死産ということが分かったことによってこうそれまで認められていた権利能力が権利能力が、ね、こうずっとあった権利能力がここ最初に遡って遡って遡って消滅してしまう。 身ごもった時にさかのぼって最初にさかのぼって権利能力が消滅してしまうとね解体時にさかのぼって権利能力が消滅していくというふうに考えていくのが解除条件説の特徴ということなんですよってですねえ事故の時に権利能力を認めるんですよ。ということはということはこれえ権利能力があればあるんですから生まれる前にえお母さんが これを代理して赤ちゃんを代理して加害者に対して赤ちゃんの分の損害賠償請求をすることができるということになるわけですわかります権利能力があるんですよ事故の時まだ生まれてないお父さんが亡くなった事故の時に権利能力があると考えるわけですから権利能力があるものは代理人をつけられるんですよさっきありましたよね代理人をやった契約などの効果が本人に帰属するためには本人に え権利能力が必要って、ね、ということは権利能力があれば代理人を立てられるということです。ということはえ事故の時にえおなかの中にいる胎児にはえ事故の時に権利能力を認めるのはこの説ですから権利能力があるものは代理人を立てられるので生まれる前にお母さんが胎児の代理人として加害者に対して胎児の分の損害賠償請求もできるということになっていくわけなんです。 いいですか？胎児の分の損害賠償請求もできるとね。いうことになるわけなんですね。これが解除条件説の考え方です。ただ、残念ながら死産だった場合にはそれまで認められていた権利能力は遡って消滅してしまうとね。いうことになるわけなんですが、手産でなく無事に生まれればそのまま最初から認められた権利能力はそのままあるね。というこういう取り扱いをしていくことになります。さあ、それではこの解除条件説。えー 前のページに戻っていただいて理由としてですねどうしてあの、えー、こういう解除条件説を取っていくのかというところ、えー、これはですねあの理由の一と次の14ページに三ねという3つがあるんですけれども、えー、こちらですね これあのどういうことかというと、1をちょっと読んでいきますね、師団の事例があ、チェックはいいですよ、師産の事例がかつてより格段に少なくなっている今日では、配偶者と胎児とに相続させ、胎児が生きて生まれなかった場合に相続関係を改める方が適当であると。 いわゆる手段の事例というのは格段に、まあ、確かに日本のお経産婦の,お出しあの要するに死亡率というのは非常に、まあ、経産婦というか、出生しする子どもの妊娠、出産を通じた死亡率というのは非常に世界でも少ない方だと言われています。ですから、えー、胎児は生きて、えー、生まれる可能性が、まあ、高いと言える、ね、ちょっと気も悪くされるような方がいらっしゃったら大変申し訳ないんですが、これデリケートな話なんで、私毎年、ここ気をつけなきゃなと、す、ね、べての赤ちゃんが無事に、ね、生まれるのは当然だというつもりは全くないんです。 ですけれどもただまあ世界的にも日本は非常にそういった意味では、えー、胎児の死亡率というのは少ないとですからあ胎児中も権利能力はあるものとして、えー、配偶者と胎児、えー、とにまあ相続権を認めてですね胎児が生きて生まれなかったという、まあ、レアケースなのかもしれないレアケースであるとしてその場合に相続関係を改めるというやり方の方が適当じゃないかと、えー、いうことなんですね。で、えー 14ページ14ページのところ、丸にはちょっと後で戻ってまいりますからこう考えるのが法定解除条件説解除条件説という説の考え方なんです。 それに対してですね判例は停止条件説というですね説を取っておりましてあ、まあ、そうですね13ページのところの A のところ一応チェックしましょうか13ページのところの A 説の3行これはチェックをしておいてください13ページです胎児の間でも生まれたものとみなされる範囲内でいわば制限的な権利能力はあり子孫の場合には遡って権利能力がなかったことになるでこの説を取ることによって出生までの間も権利能力はあるので胎児に代理人をつけられるということになる。 める代理人いわゆるこの場合ではお母さんのことになります代理人をつけることができるようになるね。お先ほど代理人をつけるためには本人に権利能力が必要ということだったからですさあそれではそれに対して判例は停止条件説という説を取っていることになります14ページ14ページさあこの説はどう考えるかというとやはり図表の9を見ていただいてですね図表の9というのを見ていただきまして次の ここ図表の、えー、14ページの図表9というのを見ていただいてこれは、えー、お腹の中にいる胎児が生まれる前にお父さんが事故で亡くなってしまったとだけれども、えー、胎児中には権利能力がないというふうに考えるんです権利能力がないで胎児中には権利能力を認めないんです。無無事事にににに出出生生すするるここととよよっってて あの出生を、ねえー、きっかけに、まあ、あのどこまで遡るかというのはちょっと学者にもよるんですけれども出生することによってですね、まあ、こ,うこうしましょうか。こうしょう ずっっとと権利能力が今後も含めて、えー、あったいいう扱いにしていく、ね、無事に出生することによって事故の時まで遡ってそこから権利能力あったっていうふうに考える学者とやや身ごもった最初から権利能力があったって考える学者と分かれてるのでそこはどっちでもいいんですけれども無事に生まれることによって、えー、事故の時かまたはたまた身ごもった時かどっちかにまあどっちでも結論同じですよ要するに事故の時にはどっちにしても権利能力があったと考えるわけです。生まれるこことににによっっってて事故の時に遡ってそかから権利能力を将来に向かって 認めるかそれとも身ごもった時に遡らせてそこから将来に向かって権利能力を認めるか、まあ、どっちでもどっちにしろ事故の時には権利能力があった扱いになる、ね、というふうに考えるのがこの停止条件説なんですよ。だから生まれるまでは権利能力なしね。このピンクの線で引いたところが権利能力がある状態だとすると「生まれるまでは権利能力を認めず無事に生まれることをきっかけとして事故の時はたまた身ごもった時に遡って実は権利能力があったと扱っていくということなんですね。 ということはですよということはですよこの説に立つと実際に胎児、えー、だった子をです、ね、代理して、えー、加害者に対して損害賠償請求できるのはいつですか、まあ、実際には生まれたばかりだったら、ね、加害者に損害賠償請求できませんから、えー、お母さんが代わりにやるんでしょうお母さんが代理人となって損害賠償請求できるのはいつからですか。 生まれた後ですよねだって生まれなきゃ権利能力はですね、えー、その事故の時にあったという扱いにならないからです。だ実際に生まれた後に、えー、胎児だった赤ちゃんを代理して、えー、事故の時にこの子にも権利能力があったよって損害賠償請求はできるだから加害者に損害賠償請求しますと言って母親が胎児だった子供を代理して損害賠償請求できるようになる。とね 妊娠中、退治中に損害賠償請求できた解除条件説に対してえ生まれなければ損害賠償請求できない、えー、停止条件説損害賠償請求できるタイミングが早いのは解除条件説ということになっていくわけなんです。 胎児の間は権利能力はないが、無事に生まれると相続の開始や不法行為の時に遡って権利能力を取得する。出生までは権利能力はないので、胎児に法定代理人はつけられない。いいですかえー、こちらの不法行為の時に遡ってと書いてありますが、先ほど言った通り、事故の時に遡るか、それとも身ごもった当初に遡るかは学者によっても分かれてます。まあ、これはあの、事故の時に遡ってとなっていますが、そこはあんまり問題なんじゃないってね。要するに無事に生まれることによって、 事故の時に胎児には権利能力があったっていうことに扱えるようになるわけですから実際に生まれなければ胎児を代理して損害賠償請求することはできないということになっていくわけなんです。さあなぜこの停止条件説です、ねえー、という説がですねあの判例なのかというのはこの後お話をしていきますけれどもこの停止条件説の 理由付けのところですよねで、そこ理由のところチェックはいいんですけども胎児の出生まで遺産の分配を停止すると解する方が実際的だしって書いてあるんですよ、えー、胎児の出生まで遺産の分配を停止すると解する方が実際的でしょうと何を言っているのかというとですよ何を言っているのかというとあのそもそも、えー、あの。 お父さんがね亡くなってしまったお父さんがあ亡くなってしまったということになるわけなんですが、ちょっと書きましょうか。ちょっと書きましょうか。プレゼンターにちょっと書いていきますけれども、えー、プレゼンターに書いていきますが、今ですねこういう家族がいたというふうに思ってみてください。えー、こちら平さんと丁の間に。 帝と帝の間に孔というねこれ男性、孔とおつがこの,あの二重線は法律上の婚姻関係にある男女の間を指していきます。で、A さん、これが胎児だと思っていただきたいと思います。で、この時き孔というのはお父さんで、これがあの胎児中に交通事故で死んでしまったお父さんですね、お父さん。でこ、のこのような状況で、このような状況でですよ。 えー、このような状況でもし,もしです、ねこれ、胎児にこの法定停止,条件説、えー、停止条件説に立ってですよ胎児に権利能力を認めない。ね 胎児に権利能力を認めないと考えるとですね、どうなってしまうか。胎児の間に胎児に権利能力を認めない。そうするとお父さんが亡くなったことによって、胎児に権利能力を認めないということは相続人にもなれないということです。先ほど言いましたよね、えー、相続するということは、えー 遺産の所有権を取得するとということですす遺産の所有権を取得するにも権利能力が必要ですから胎児の間に権利能力を認めないとする停止条件設胎児の間に権利能力を認めないとする停止条件設に立つと相続人にもなれないということになります。そうすするとですね、えー こ江さんの残した遺産は誰が相続するかというとこの直系存続、まあ、つまり親世代の平さん、帝さんとおつさんがこれですね相続をしていくことになるわけなんです。具体的には乙が3分の2 がが6 6分の1、が6分の1という相続文になっていきまます。まあ、これはまたね、あの相続人は誰シリーズで見ていただいた方はあなんかやったなと思うかもしれませんが相続文についてはまた詳しく後でご説明していきますので今はそこちょっと詳しく説明しませんがこの「 子どもがいないというふうに考えますと奥さんが3分の2残り3分の1を親世代の平と帝が1対1だから6分の1ずつ分けていくとこういうあの配分方法になっていくわけなんですよ。ところがその後その後ですね無事に A さんが生まれました生まれましたということになるとどういうふうに変わっていくかというと。 王さんとおつさんの間に無事に A が出生しました A さんが出世しましたということになると相続をやり直さなきゃいけなくなっちゃうんですね。相続をやり直す。で子供がいるということは実は A が二分の一、奥さんが二分の一でその兵と邸ねというのは相続することができなくなってしまうわけなんです。いいですか？あの今これ停止条件説に立ったときに。えー 胎児の間には胎児には権利能力を認めないんだそうすると権利能力がないから相続人にもなれない相続人になれないから子供がいないものとして相続分を配分するとおつが3分の2お父さんお母さん、えー、まあおじいちゃんおばあちゃん胎児から見るとおじいちゃんおばあちゃんになる親であるとが6分のととなるところが、えー、その後無事に A が生まれると実はお父さんが死んだ時に遡って A には権利能力があったっていう扱いになりますよね。 無事に生まれることによって甲が死んだ時に遡って、えー、甲が死んだ時に遡って A には権利能力があったという扱いになりますから結果的に子供もと妻で一対一で相続するだから親である平定はゼロになってしまうんですで、こういうふうに相続のやり直しをするということが停止条件説では、えー、あの生じてしまうそれがこここの十四ページの 14ページの ② 見てみてください一番上にあります14ページの ② 一番上解除条件説の理由の ② なんですね 解除条件説の理由の丸に、配偶者と胎児が相続人である場合に、胎児中は権利能力がないものとして、まず配偶者と直系存続、だから平、定のことです。配偶者、おつと直系存続、平と定に、まず相続させ、無事に胎児が生まれた時に相続をやり直して、お、え、つ、ー、と A が2分の1ずつになるということは、法律関係を複雑にするじゃねえか。って、解除条件説から停止条件説に批判が来るんですよ。 解除条条件件説説はそうやって停止条件説を叩くんです,、ね、いいですから退治に権利能力はないってことは退治は相続人になれないとなるとお父さんが死んだことによって相続人は奥さんと直系存続つまり公の親であるとところがその後無事に A が生まれましたそうしたら相続をやり直すそれって複雑だよねだから退治中から権利能力を認める、えー、解除条件説の方が秀逸なんだっていう理屈ですよだから解除条件説の方が、えー、これ筋は通ってんだっていうそういう理由づけです。 でそれに対して、停止条件説がばっかじゃないのって批判しているのが理由なんですよ、さっき読んだ、いいですか、胎児の出生まで遺産の分配を停止すると返する方が実際的だろうっていう、これどういうことかね、確かにね、胎児中には権利能力を認めないから、相続人になれませんよ、停止条件説に立つと、胎児中には権利能力を認めないから、えー、これあの、相続人になれませんけど、いいですか、兵と兵から見た、大事な息子が死んだんですよ。 息子が死んでその,息子のお嫁さん奥さんのお腹の中には赤ちゃんがいるんでしょその赤ちゃんがいる状況で「さあ急いで相続しましょう」とか言って、えー、親世代の平定が「じゃあ私たちは取り分6分の1だから」とかっていうようなことそんな急ぎますかだって息子のお嫁さんのお,おつのお腹の中に赤,赤ちゃんがいるってことはおじいちゃんおばあちゃんにあたる平定は知ってるだろうからそんな中大事な息子が死んじゃったんであればですよお嫁さんのおつが無事に出産するまで待ちませんか遺産の分配。 待ちますよね。 で待つんですよ普通はだからこの6分の1ずつでそそくたと分けちゃうなんてこと普通しなくてまず待つでしょとで待って無事に生まれたら、まあ、確かに兵定はもらえなくなりますけどそれよりも自分の孫が生まれたんでしょう、えー、まあわ忘れがためじゃないですかだったらその兵とオツが2分の1ずつ相続することに別に兵と手が異、e、を唱えるわけもなく、ね、だから実際にはそんな急いで遺産分割なんてしないわけでして、えー、この停止条件線を取ったって何も不自由することはないんだって、ね、別に問題ない だっていうのが停止条件説からの理由付けですよで、こういうふうな形で両説はドンパチやってるわけなんですね。いいですかもう一回いきますよ解除条件説というのは退治、えー、中から権利能力を認めていきますね。退治中から権利能力を認めていくで、残念ながら死産だった場合には事故の時または身ごもった時どっちでもいいですに遡って、えー、権利能力が消滅するという扱いにしますね だから退治中に権利能力を認めるので退治中から母親が退治の代理人となって加害者に対して損害賠償請求をしたり、ね、母親が代理人となって実際に相続の手続きをしたり、ね、することができるということなんです。でえー、この説ははででですねですねからそういった意味ではあの被害者 からすると、損害賠償金って早く払ってもらった方がいいっていう面もあるんですよ。なぜかというと、加害者の視力っていうのはどんどんこう日々一刻変わっていく可能性があるんですね。 日々変わっていく可能性があるそれはそうですだって交通事故で、えー、あの人を死亡させてしまったその方が職業ドライバーとかだった場合には運転免許を取り消しとかになってしまって場合によっては交通刑務所行になっちゃいますよねそうするとそれまでの稼ぎがなくなってしまって賠償金というのは払えなくなってしまうということだって考えられます、えー、生活が立ち行かなくなって加害者の方ですよ。ということはなるべく早く賠償金を払ってもらった方がいいという面もあるんですそうであるならば解除条件説の方が、えー、まあ秀逸だとも言えますよね。いわゆる その早く損害賠償請求することが母親を代理人として損害賠償請求することがこれ可能になるという点においてスピード解決ができるからだということなんですでそれに対して低資料建設はいやいやいや対峙は権利能力を認めないんだよ無事に生まれることによって事故の時または身ごもった時どっちでもい,いですに遡ってその当時から権利能力があった扱いにしていくと。 よって実際に損害賠償請求できるのは生まれた後生まれないとあの事故の時に実は権利能力があったんだと言えないということになるわけなんですで、だから加害者の視力がどんどんこう低下していくんであればそういった意味では早く損害賠償請求できないとも言えるので被害者救済という点においてはどうなのかなというふうにやっぱり言われてしまうと。 そしてですね会場条件設は停止条件設を批判するときに先ほど言った通り停止条件設に立つと退治,中に退治中に権利能力を認めないので相続人になることができないそうすると一旦妻と親が相続しておいてで無事に生まれると相続をやり直すのがこれ、停止条件設それは法律状態を複雑にしてるじゃないかとというふうに会場条件設が停止条件設を叩くんですよ。 介助条建設だったら退治中から権利能力を認めますから退治中から相続を認めちゃいますからね退治中に相続を認める介助条建設だともう退治の時に権利能力を認めるから相続人になれちゃうんですよだから退治中からもう結論としてこれになりますだけど停止条建設だと退治中に権利能力を認めないので一旦妻と親が相続しておいてからの生まれてやり直しそれが停止条建設は法律関係を複雑にしてよろしくないと 解除条建設側から批判受けるんですけど停止条建設の方はそれに対してばっかじゃないのと再反論するそんな生まれてくるまで相続待つ,待つでしょうとね無事に生まれるまで普通は遺産の分配ってやらないでしょうと、ね、だから結局停止条建設だって別にあのおかしなことはないんだと法律関係を複雑にさせるってことは普通はないんだというふうにまあ反論していくということなわけなんですよ。で実際に判例は停止条件説を取ってるんですね え、なんかちょっと解除条件説の方がね、あの少し被害者救済という観点からすると、えー、いいんじゃないのって普通思いますよね。思いますよね。なんで判例は停止条件説取ってると思いますか。ここがね、ちょっとぜひその理由も含めてしっかり理解しておいていただきたいんですけれども。 ここで14ページの余白のところにちょっと今から書くことを書いていただきたいんですいいですか今から書くことをちょっと14ページの余白のところに皆さんメモをしていただきたいんですがブレイクスルーの14ページ、ね、14ページなんですけどブと書いたら10ブレイクスルーのことだと思ってください。はい停止条条条件件件ににしよううか順順番番ブレイクスの順番に従うと 介助条,条件説は、対峙中に、対峙中に、権利能力あり、権能と書きますね、権能ありということは、イコール、対峙に代理人をつけられる。対峙中に、権利能力、ね。 あるから、胎児に、代理人。代理人をつけられるんですね。 でさらに先ほどやったブレークスルーの代理人のやった契約などの効果が本人に帰属するための要件というのをさっき見たじゃないですか代理人のやった効果が本人に帰属するための要件先ほどやった149ページでやりましたよね。えー 本人に権利能力があって代理人に代理権があってそして代理人が本人の代理人であるということを権っていうんですが私は A 代理人 B ですよと名乗ってで BC の契約などが有効であることこの四つが揃うと代理人がやった契約などの効果が本人に直接帰属するよってことだったわけですよね本人があたかもやったかのように直接本人に帰属するよということはこの会場条件説で代理人に 会場条件設で胎児に代理人をつけられるということの結果これでオチとしてはですね代理人がまあ代理人って母親ですね普通代理人が、ね、胎児胎児を代理して行った契約など。 代理人母が胎児を代理して行った契約などの効果は。生まれた、生まれた本人、本人に、生まれた本人に。効果帰属するんですよ。効果は生まれた本人に。帰属するという効果になっていきます。帰属する。 代理人である母親が胎児を代理して行った契約などの効果は生まれてきた本人に効果帰属するんですよ。 あたたたかか生まれてき本本人人がやっのようにに効果帰属するだから本人が権利能力があることによって代理人がつけられる代理人がやった行為の効果は直接本人に帰属するんですからここでいう本人というのは生まれた後の本人ね代理人がやった契約などの効果は直接本人に帰属するここでいう本人というのは生まれた後の退治だった本人に直接帰属していく生まれた本人がやったかのような効果が生じていくということになっていきます。 じゃあもう一つ停止条件設。停止条件設に立つと停止条件設に立つとこれ退治中に権利能力を認めないんですよね退治中に権能認めない権能なしなしということは退治に代理人をつけられません 胎児に代理人をつけられない。ということはたとえ代理人である代理人であると名乗って母がね代理人として母が胎児を代理してもつけられないんだけどやっちゃったって場いいね代理人でとして母が胎児を代理しても。 しても本人である胎児に権利能力ないんですからそのやった契約などの効果は契約などの効果は本人に降下帰属しないんですよ契約などの効果,効果は生ま,れ生まれた本人に帰属しない。 帰属しないつまりなぜかというと先ほどブレイクスルーの149で見た代理人がやった契約などの効果が本人に帰属するための要件その1を満たしてないからですよ。さっき見たね代理人がやった契約などの効果が直接本人に帰属する本人と相手方との間でやったかのように本人に帰属するための要件その1本人が権利能力を有することっていうのが満たされてないからですよ。 満たされてないからたとえ母が代理人だとして胎児を代理して契約などをしたとしてもその効果は本人である生まれた後の元胎児に帰属しない本人に効果帰属することはないということになります。 これを、ね、まずしっかりと理解していただいていいですか解除条件説に立つと結局、代理人が胎児を代理して行った契約などの効果生まれた後の本人に帰属するところが停止条件説に立つと代理人として胎児を代理して母親が契約などをしてもその契約などの効果生まれた後の本人に効果帰属しないんですね。 ですかじゃあこれを踏まえてなんで判例は、えー、停止条件説を取ったんだろうかという説明に移っていいいきたいと思いますさあ14ページに戻りましょうそれはです、ね、阪神電鉄事件という実際に起こった阪神電鉄の事故に基づく、えー、遺族の阪神電鉄側への損害賠償請求訴訟の中での判断だったんです。 阪神電鉄の事故によってまさにこのお父さんが亡くなってしまったお父さんには内縁の奥さん、まあ、席こそ入れてなかったけれども、えー、内縁の奥さんがいて奥さんは妊娠中だったと。で 妊娠中の奥さんんがいたわけなんですところが、まあ、席は入れてなかったとでそこで、えー、阪神電鉄との間でいわゆる損害賠償の交渉が始まったんですねでこの時に親族総代表としてですね親族演者の総代表として公の実の父親つまり被害者のお父さんが、えー、親戚の代表として、えー、損害賠償請求を阪神電鉄側に行いましてそして、えー、和解契約を結んだんです。 あ損害賠償請求をするとですね実際には金額だとか支払い方法それからま分割なのか一括なのかとかいったそういった、えー、実際の賠償金の支払い方法について和解契約という契約によってまあ、内容を詰めていくということが必要になります損害賠償請求をしましただけどそれだけでは金額も決まらない支払い方法も分割か一括かもね決まらないということなので普通はそういったあの え支払い方法や金額や分割か一括かということを決めるための契約をその後締結するんですね。でその時この事故の被害者であるこうのお父さんが親族の代表として阪神電鉄側と和解契約を締結したんです。でたいの分も含めて懲役金の交付を受けたんですね。要するに内縁の奥さんと胎児の代理人としてお父さんが出てきたってことですよ。まああのこの時期のお日本というのは、えー、かしては 夫に従い、ね、老いては子に従わなきゃいけないという女性の地位が低かった時代ですので、まあ、あの奥さんが代理人となったわけじゃなくてその亡くなった子のお父さんが出てきてお父さんが内縁の妻とお腹の中の子供を代理して契約を締結しそしてですねそのもらったお金をなんとお父さん使い込んじゃったんです。 使い込んじゃった全部使っちゃった全部使っちゃって嫁と嫁というかまあ奥さんと生まれてくる子供にはほとんど残さなかったそうですそうしてですね、まあ、その後お父さんの消息は知りませんけど、まあ、とにかく子供生まれました子供生まれてで母子家庭じゃないですかで母子家庭で,で、まあ、非常に貧しい生活を強いられたでまあ思ったんでしょうねなんでこ,こ,こんなにうちは貧しいんだお父さんがいないからだななお父さんどうしたんだお父さん事故で亡くなったで、えー、阪神電鉄側からね保証はないのかってね で実は、ね、あなたのおじいちゃんがあなたの分も、えー、懲役金っていう損害賠償金もらったんだけどおじいちゃん全部使い込んじゃったんですだから残ってないのよって、ね、と何とか聞いたんでしょうかねで子供は「おかしい」と、ね「自分は1円ももらってないて、ね」自分のお父さんが事故で亡くなったのに自分の生活はこんな苦しくてね、えー、全くこう楽でない、ね」もう一回損害賠償請求訴訟しよう」って言ってもう一回損害賠償請求訴訟を起こしたのがこの阪神電鉄事件の事件の概要なんです。 これ全体構造でやったとおりまずこういったあの訴えが提起された時に双方の言い分をよく聞いた上でまずやるべきことは何でしたまず条文を形式的に適用していく、ね、という作業でしたけれども、えー、その次に出てくるのが価値判断でしたよねで価値判断をした瞬間に答えは出ているという話をしたじゃないですか。これ、ね、まさに裁判判官が下した価値判断 相手は大企業ですよ、ね、でそ,それに対して原告側はもうあの父親を亡くして生活が苦しいですね、えー、一人のかわいそうな少年これはやっぱりね砲丸べきじゃないですけどそれを大企業に今回の懲役金をもう一回払わせたところで別に痛くもかやくもないわけですから裁判官の価値判断としてはなんとかこの青年原告側の青年の言い分を認めてあげたいつまり再度阪神電鉄に損害賠償を命じたいこれが裁判官が下した価値判断だったんです。もう一度、えー 損害賠償金の支払いを阪神電鉄側に認めてあげたいまずそれが価値判断であればあとはそれに沿うように解釈するんですよね解釈してみてくださいよ解除条件説と停止条件説どっち取ったらその結論につながりますかいいですか解除条件説取っていった場合どうなっちゃいます退治中にに権利能力ある退治に代理人つけられるで今回代理人おじいちゃんが退治を代理して行った和解契約の効果生まれてきた本人に帰属しちゃいます。 とということは生まれてきた本人がもう損害賠償金もらった、ね、という扱いになってしまうということなんですつまり和解契約の効果が帰属するということはそれに従わなきゃいけないということですからその和解契約に基づいて実際のおじいちゃんにお金払われちゃってるんですから、ね、その和解契約に基づいてお金払われたっていう効果が帰属する二重に取れませんもうもらってるでしょあなた生まれたあなたに和解契約の効果は帰属してその通りあなたの、えー、支払いを受けた扱いになってるんですよと。 もう一回もらえない結論になっちゃうんですよ。こっちどうですか。停止条件説。退治中に権利能力ないんですよ。退治に代理につけられませんよ。なのにもかかわらずじい,さんがじいさんがこの子供退治を代理して契約和解契約を阪神伝説側としたとしてもその効果は生まれた本人に帰属しない。つまり和解契約の効果は生まれた本人に帰属しないんですから契約したという扱いになってないということは もう一回和解契約を締結して損害賠償金の支払いを受けられるということなんです、ね、こっちでしょこっちでいけば、えー、価値判断に沿うように解釈できるじゃないですかだから停止条件説を使ったんですつまり、えー、価値判断ありきで後からあ後付けで解釈した結果判例はあ胎児はすでに生まれたものとみなすというこの条文、えー、それは停止条件説を採用するに至ったということなんです。 だから一見すると損害賠償金の支払いがスピーディーに行える解除条件説に軍配が上がるかと思いきや実は今回のような停止阪神電鉄事件のようなね具体的な事件では停止条件説の方が適当だったとまあいわゆる停止条件説を取らないとこの目の前のかわいそうな青年原告である青年を救うことにつながらなかったということだと考えくださいこれが判例が阪神電鉄事件で停止条件説を取った理由なんだということなんですね。 さあこうやって見るとやっぱり価値判断ってやっぱすごいですよね価値判断ができるようになるというのは何か特別な訓練をする必要はないと言いましたけれどもこういうその自分が下した価値判断に沿うようにいかに解釈していけばいいのかというです、ねまあ、発想で裁判官が出した結論がこれなんだということになります。 さあそれではあの先取り情報という14ページのところを見ていただきたいんですけれども、えー、これちょっとチェックしておきましょう登記実務は、えー、解除条件説を取り退治名義の登記を認めています、えー、な何言ってるのという感じ説明しますよあの解除条件説を取り退治名義の登記を認めています実は不動産登記法では解除条件説なんですよ。 いいですか。民法では停止条件で答えなきゃいけないところが、えー、不動産取引法では解除条件説で答えなければいけないということになっていきますで。面白いですよね。あの司法書士のまあ、面白いしまあ、大変であるということも言えるんですが。 実はその判例通りに実務が動いていると限らないという点なんですで不動産登記実務では判例は停止条件説のくせに解除、えー、条件説で回ってるんですよどういうことかというと解除条件説というのは退治中に、えー、権利能力を認めるから退治中に相続できるんですよねよって退治中にお父さんが亡くなった時に不動産の名義を退治名義に移転登記できるんです 不動産の名義を胎児名義に移転登記できる胎児中にで例えば河野、えー、まあ河野一郎と河野花子さんの間の胎児だったら、えー、どういう名義になるかというと名前がついてませんからね河野亡き河野一郎妻河野花子胎児っていう名前で、えー、相続登記ができちゃうんです相続によって、えー、奥さんと胎児に所有権の移転登記ができる胎児中に所有権移転登記ができるんです という形でですね、投機実務は解除条件説で持って動いているということもちょっと落ちあの先取り情報としてね知っておいてください。これはだから民法で問題が出されたときには停止条件説で答える、不動産登記法で問題が出たときには解除条件説で答えるという形になっていきます。まそれはまた不動法でやっていきましょう。さあそれではここでちょっと中間目をしていきます。いいですか。はいまず、えー、全部露出説という説によって。 あの人間の権利能力のスタートは母親から完全に分離した時とされますその時が出生でありその時から権利能力が手に入る。ということはままだ生まれていただしちょっと生まれるのが遅かったばっかりに先に生まれた兄弟と不公平な結論になることを避けるため、えー、不法行為に基づく損害賠償請求そして相続遺贈この3点については胎児をすでに生まれたものとみなすことにしたんですね。 ととといいいうことははだかららって不公平ななな結果にはならない、ね、損害賠償請求できます相続できます、えー、退治中にお父さんが亡くなって遺言状で財産を、えー、贈与するって言われていたらちゃんと、えー、遺贈はもらえます問題はいつ、ね、いつ損害賠償請求できますかそしていつ相続,に、えー、相続できますか、ね、という問題が続いて出てくるでその点については13ページ介助条件説と、えー、停止条建設が対立している。 解除条件説は退治中に権利能力を認めちゃいますだから退治中に損害賠償請求もできるし退治中に相続もできます相続人にもなれるで退治中に遺贈によって所有権を取得することもできます退治中からできちゃうのが解除条件説で退治中に権利能力を認めますから代理人もつけられますだけれどもその代理人がやった契約などの効果は生まれた子どもに効果帰属していくことになりますさあそれに対して停止条件説 退治中は権利能力認めませんですから対峙中に損害賠償請求するのもダメ対峙中に相続するのもダメ対峙中に依存により財産を取得することもダメですじゃあいつできんの無事に生まれれば、ね、生まれれば、えー、お父さんが死んだ時に遡ってその時に権利能力あった扱いにしてもらいますですから実際に生まれることによって、えー、損害賠償請求できたり相続できたり依、ね、存により所有権を取得できたりする。 退治中は権利能力を認めませんから、代理人をつけることもできません。仮に代理人として退治を代理してやってしまったとしても、その効果は生まれた子供に帰属しません。最高裁判例、まあ、最高裁に当たる大審判決は、えー、阪神電鉄事件で、えー。停止条件説の方を取りましたよ。それは、おじいちゃんがですね。退治の代理をして、えー、損害賠償請求の請求をして、和解契約を締結して、実際に懲役金をもらった。 だけどそれ全部使い込んじゃっで生まれてきた子供がもう一回損害賠償請求してきた事件に関してどうしてもこの原告を救ってあげたい相手大企業なんだからそんな損害賠償を命じだって倒産するわけないんですからという価値判断のもとじゃあ再度の損害賠償請求再度の和解契約を認めるためにはどっちの考え方を取らなきゃいけないか。 これ解除条件説を取ってしまうともうすでに生まれた子どもに効果帰属しちゃってるだから生まれた子どもが和解契約したことになっちゃってるわけですもう受け取ったことにもなっちゃってる再度の和解契約も損害賠償請求もできませんだから停止条件説を取ったんですよね停止条件説はたとえ代理人としてやっても生まれた子どもに効果帰属しないなぜならば代理人のやった行為の効果が本人に帰属するための要件その1本人に権利能力があることっていうのを満たしていないから。 そういう理由でもって停止条建設を採用したということになるわけですじゃあねまあ毎年ここまでお話しすると絶対に来る質問先に行っちゃいますよもう私で、ね、も皆さんの質問が手に取れるわかるんではい。じゃあもらいすぎちゃったおじいちゃんって返さなきゃいけないんじゃないですかそういう質問しようと思った方いませんかそうなんですよお出るとこ出たらもらいすぎたおじいちゃんは退治の分については返さなきゃいけません でも、実際に阪神電鉄側がそのおじいちゃんに対して、じゃあ返せよっていう訴えを起こしたかっていうと、記録残ってないんですよ。多分、おじいちゃん亡くなっちゃったんだと思うんですよね。まあ、わかりませんけど、あの、その時にはね、要するに、あの、青年が、再度の訴えを起こした時には、もう多分おじいちゃん亡くなってたんでしょう。で、実際には、阪神電鉄側がおじいちゃんにもらいすぎの分を返還を求める。という、そ、裁判を起こしたかどうかうは記、は、昨日というのは記録に残ってませんし。まあ、それは定かでない。ただ、まあ、やろうと思えばできたはずですよ。やろうと思えばできたはずですが、まあ、ね、やっぱ大企業ですからね。メンツもあるし、そんな、え、せこいことも。 できそれではじゃあこの16ページまで16ページまでじゃなくて14ページまでよろしいでしょうか。では続いて権利能力の四季っていうスタートの話をしましたので15ページ権利能力の周期の話をしていきましょう。権利能力のの期期終わりの時期ということですね。 読んでいきますがチェック途中からお願いします権利能力の周期については民法は直接には何ら触れていないがその後死亡によって権利能力が消滅することは当然であるねここをチェックしてみてください死亡によって権利能力が消滅することは当然であるねさあそれでは その後人が死亡すると相続が開始するとその人の財産に属して発生した一切の権利義務が相続人に承継されると規定しているのはそのことを当然の前提としていると言えると死亡によって相続がスタートするということは権利能力は死亡をすることによって消滅するということです。 このように死亡は相続の開始原因として重要であるが例えば数人の者が船舶の沈没事故とか飛行機の墜落事故などで同一の機難に遭遇して死亡した場合などには死亡時の前後の証明が困難であることが多くしかもその前後によって相続関係は重大な差異を生じることになるさあ次のページの16ページをご覧になってみてください。 16ページ、ね、16ページのところに今あの4人4人家族が出てきまして父親母親の間に息子娘え2人の子供がいると父親母親の間に息子娘2人の子供がいるという状態ですさあそれではちょっとねこの16ページの下か16ページの下か 下の余白若干空いてますよね若干空いてるこの部分にちょっと今書く今から書く内容を皆さんちょっと写していただきたいと思うんですえちょっと待ってくださいね今から書く内容を皆さん写していただきたいんですがえ16ページの下の図表の下でブレイクスルーの16ページなんですがちょっとね父親を A さん父親を A さん で母親を B さん、母親を B さんで、えー、この間の息子と娘、息子が C、娘が D だったとして、ですよこの時この4人家族のうち、父親 A と息子 C が、同一の飛行機に乗り合わせて、飛行機の事故によって、えー、2人とも亡くなってしまったとしましょう。で2人とも亡くなっってしまった でこの時に,この時にですよ、えー、どっちが先に亡くなったかということによって相続関係というのはどう変わるのかということをちちょっと、えー、こちらですねあの考えていきたいと思うんですこれどっちが先に亡くなるかによって相続関係というのはどう変わっていくのかまずですね父親が先に亡くなって次いで息子が亡くなった場合。 父親が先に亡くなってついで息子が亡くなった場合これどういうふうになるかというとまず父親が死んだことによって全体の2分の1が母親妻の B に行きます。 そして全体の2分の1は子ども2人で1対1で分けていくので C 瀕死の重症の C が4分の1で娘が4分の1相続するということになるわけですよそしてその後 C が亡くなったわけですね C 自身はまだ学生で財産を形成してなかったと思ってください C 自身は財産を持っていなかったということになりますとこの C が相続した父親の4分の1の財産は C の死亡によって母親が相続すすることになりますですから A,、ね、A 死亡によって A 死亡によってこれ B2 分の 1B2 分の 1,、えー、の分の1それから D さんが4分の1なんですよ。 で、えー、c の死亡によって c が相続した4分の1が b に相続されていくことになります実は子供が死んだ c が死んだ場合にですね c 自身に子供がいなければ c 自身に子供がいなければ c の親が相続人になります、えー、c 自身に子供がいなければ、えー、c の親がね相続人となるだから c が、えー 父親から相続した4分の1が次に C が死亡したことによって母親の B さんに相続されるそうすると結論として B は全体の4分の3を D は4分の1を相続するということになりますよね結局父の財産については妻の B が4分の3娘の D が4分の1ということになるわけです。いいの死亡によって四分の一のみ。 で妻の B は夫の死亡によって1回まず2分の1一を手に入れそして息子の死亡によって息子が相続した4/1を結局妻が取得することになるので合計夫の財産の4/3は妻に4/1が娘に行くということになります。じゃあ反対に今と同じ状況で、えー、息子の方が先に死んだ場合 C さんと D さんね。で やはり飛行機事故で亡くなって息子の方が先でお父さんが後だったっね。息子自身は財産がなかったとします息子自身は財産がないので息子の丸一の死亡によっては相続は考えなくていいてねそうするとついで夫の死亡と A の死亡ということになったときにこの時実は相続には相続人同時存在の原則というね重要な原則があるんです それねちょっと15ページにちょっと戻っていただきましょうか15ページに戻ってていいただいて相続人、同時存在の原則15ページの先取り情報というのをちょっと見てみていただけますか先取り情報、えー、名分の規定はないがあ相続においてはその後チェックしましょう同時存在の原則かっこ、相続開始時に存在していなければ相続人となれないとする原則があり、ね、というところそこまでです。原則 原則のまでででいいです同時存在の原則とは相続開始時に存在していなければ相続人となれないとする原則相続開始時って死亡時ね死亡時に生きてる人しか相続人になれないっていう原則なんです。ということはまるに A が死んだ時に生きてる人って B と D ですよ C は生きてないでしょもうその前に死んでるんですから A が死亡時に生きてる人しか相続人になれない。 だから結局 A の死亡時よりも先に死んじゃった C は A を相続できないんです。ということで A の相続人は B2 分分の1 D 分のとということになってきますそうすると結論としては B さんが夫の2分の1娘の D が2分の1という結論になっていくわけなんですね。結論こうこういう状態ですね。さあはいで何がうどうしたのそれがどうしたのって思います 私はあの自分の家庭は自分の家庭はってあの生まれ育った家庭はまあ家族みんな仲良かったので幸運にもその非常にあの苦労なく育ててもらいましたけどそのやっぱり司法書士になってからびっくりしたのがいや家族ってこんなに憎しみ合うことってあるんだっていうことをですね何十 何百件と見てきまして、まあ、ちょっと一時期人,人間不信になってしまうような家族の、まあ、依頼を受けて相続トラブルになっちゃったねあの依頼を受けたりなんかしてうわ家族なのに憎しみ合ってるってうわなんか悲惨だしかわいそうだしなんか不幸だなって思うようなやっぱ事例って何百件と見てきてるんですよ。で自分の、まあ、家族が幸運にも仲良かったもんですから余計に最初のうちは衝撃的でもうあの目の前で殴り合いの大喧嘩始まったりとか掴み合いのですね本当に大喧嘩でもう思わず100問しちゃったりとかそれこそその もう殺してやるとかき、ね、もうだ間でもうお前の顔を見ると殺意が芽生えるとか,なんとかいうようなそういうようなです、ね、やっぱあのトラブってる家族関係をやっぱまざまざと見てきまして、まあ、相続でそうなっちゃうことが、まあ、あるんですよやっぱりでああすべての家族がみんな仲いいわけじゃないんだなっていうことを少女子になって知りましたで何が言いたいかというとい,いですかすべての娘と母親が仲いいわけじゃないんですよ。で 憎しみ合う家族だって言いますそして例えばこの B と D がもう顔を合わせるのも、ね、嫌なほどお互い憎しみ合うなんかの理由で、えーね、仲が悪かったとするともう夫とお兄ちゃんだかが夫じゃないあのお父さんとお兄ちゃんが同時の事故で亡くなった、ね、で妻から見たら夫と息子が同一の事故で亡くなった悲しむべき場面なのに、ね、妻の方は。 夫の方が先に死んだよって言って妻の方は、ま、こっちを主張すするんですよ妻の方はそっちの方が取り分が多くなるから、ね、だけど娘は「何言ってんのお兄ちゃんの方が先に死んだのよ」って、ね、家族同時に一遍に2人も亡くしてどっちが先に死んだのかっていうのを主張し合うっていうのもすごい話ですがでも娘としては仲の悪い母親にビタ一問でも多くくくれてやりたくない、ね、と考えれば娘としてはお兄ちゃんの方が先に死んだと主張したいだろうし、えー、妻 B としては。えー 夫の方が先に死んだと主張したいだろうしそこでまた新たな衝突が生まれてしまうんですでこうなってしまうともう変な話先にあの自分の支配下に置いたもん勝ちみたいなね、早いもの勝ちみたいな感じになって、えー、これはあちゃんとしたルールを法律が決めてあげなきゃダメでしょうとね、いうことなわけなんですでそこでこういう場合に備えてね。 あのどっちが先に死んだのかよ,よくわからない司法解剖をしても結局よくわからない、まあ、飛行機事故でたくさんの方が亡くなったりなんかするとそれこそ、ね、あのもう凄惨なあの事故現場になるでしょうし、まあ、実際本当にいつどの順番で亡くなったのかなんてわからないですよでそういった時に、えー、民法がじゃあそういった場合に備えてルールを定めようということで定めたのが32条の2なんですね。戻戻っっててていいきましょう15ページ戻っていただいて、えー このようにねこのように、ね。 いいかもう一回読みますよチェックはいいですがこのように死亡は相続の開始原因として重要であるが例えば数人の者が船舶の沈没沈没事故とか飛行機の墜落事故など同一の機難に遭遇して死亡した場合などには死亡時の前後の証明が困難であることが多くしかもその前後によって相続関係は重大な差異を生じることになる今言った通りですでそこで民法はそこから同一の以下からチェックしておきましょう同一または格別の原因で死亡した場合死亡した数人のうちの一人が他の者の死亡後もなお生存したことが 明らかでない時は、えー、これらのものは同時に死亡したものと推定されるとした32条の2ですで、つまりよくわからないんだったらもう同時に死んだものと推定していきましょうということなんですで、同時に死んだものと推定する推定というのはとりあえずそう考えましょうということなんですとりあえずそう考えていきましょうという意味ですで <laughs> 同時死亡が推定されるということはチェックいいですよ利害関係を有するものが一方の死亡と他方の死亡の時が異なるということを証拠を挙げて証明しない限り双方は同時に死亡したものとして扱われる証拠が上がらない限りはそう扱われるということである。 で落ちは結論はというとその結果以下からチェックしておきましょう本来ならば非相続人相続人の関係に立つ者同士の間でも相続は起こらず遺言者と獣医者の間でも遺贈は効力を生じないことになる994条1項の以前に同時死亡も該当するさあここについて今から見ていきましょう、えー、皆さんですねどこに書いていただこうかな15ページでいいかな15ページに書いていただければいいということなんですが 同時に死んだものと推定していきましょうね。で、結局同時に死んだものと推定する結果どうなるの。もう一回書きますよ。a と b との間に c と d がいると。で、同一の飛行機事故に乗り合わせ、なの、巻き込まれた a と c が二人とも亡くなってしまった。でも、その死亡の前後が明らかにならない。明らかにならないんだったら、もうね、民法三十二条の二によって。この二人は、この二人は同時死亡。の推定。 同時死亡の推定とりあえず同時に死んだものと取り扱っていきましょう反対の証拠が上がらない限り同時に死んだものと推定していきましょう同時に死んだものと推定した結果相続関係はじゃあ結局どうなの結局どうなのよって言うといいですか同時に死んだものと推定される結果 C は財産ありませんから C の相続は考えなくていいじゃあ A の相続について考えていくことにしますと A が死んだ時に生きてる人しか相続になれないんでしょ 同時存在の原則って同時存在の原則って A が死んだ時に生きてる人しか相続人になれないんですで A と C は同時に死んだものとされてるんでしょだったら A が死んだ時に同時に C も死んでんですよってことは A が死んだ時に C は生きてないんです A が死んだ時に C も同時に死ぬからちょっと死ぬ死ぬって言ってなんかちょっと物騒ですけど A が死んだ時に C も同時に死ぬから A が死んだ時に C は生きてないんですよ ということは、相続人同時存在の原則、死んだときに生きてるものしか相続人になれないという同時存在の原則によって、結局 A の残した財産は B 二分の一、D 二分の一、これが結論ということになります。A、B 二分の一、で二分の一とね、いう形になっていくということなんです。はい、これがまず同時死亡の推定の効果その一。じゃあ もし C さんに財産があった場合はどうですか C さんに財産があった場合には C が死んだ時に A も同時に死んでるんでしょということは C の相続人はほら本来親なんですよ親なんです。C 自身に子供がいなければ第二順位は親が相続人なんですね。えー、第2順位って ポロッと言いましたけどこれあの全体構造で皆さんにご紹介した「相続人は誰」シリーズのミニ動画見ましたあのツイッターとかでも新宿エルタン本校がツイートを再度してくれましてツイッター等にも出てますし YouTube の検索でもって「相続人は誰?」って入れると「レック、えー、司法書士相続人は誰?」って入れていただくとすぐ出てきます。えー、5分ぐらいの動画でななんかか本ぐらいああるのかなであの相続関係についてですね誰がこういう場合には誰が2分の1誰が1 3分の1とかって。えー 簡単な時間、簡っていうかあのイラストでもって分かりやすく説明してるつもりなのでちょっとそれあの見てらっしゃらない方は再度ご覧になってほしいなと思うんですけどまあ C さんがもし財産を持っていたら C の相続人は通常子どもがいたら子どもが子どもがいなければ親が相続するじゃあこの場合 C に財産があったらどうなるのっていうと C が死んだ時に同時に A も死んでしまうんですからやっぱり同時存在の原則から C の相続人は B だけなんですよ。 C の相続人は B だけってことになりますで、ということはつまり同時死亡の推定がされると、A はと C は相互に相続はしないということです。A が死んでも C の相続人にならないし、A についての C は相続人にならないし、C についての A も相続人にならない。だから相互に相続関係は生じないっていうのはそういう意味なんです。相互に相続関係は生じないね。でさらにもし A さんが A さんが、えー、私が死んだら公土地を C に移する例えばね A が, A が遺言でですね A の遺言で A の遺言で私があ死んだら死んだら、えー、公土地公地を C に遺贈するっていう遺贈するという遺言状を残していたとしましょう。 移するね A の遺言書 A が遺言書でこういう遺言を残していたとしましょう私が死んだらコーチを C に遺贈するみたいな。でその遺言が残されてたらじゃあ今回どうなっちゃいますかって実は遺贈者が死んだ時に生きてる受遺者しか財産もらえないってね。 遺蔵者だから遺言した A が死んだ時に生きてる人しか遺贈によって財産をもらえないんです。で A と C は今同時に死んだものと推定されちゃってるんですよね。ということは A が死んだ時に C が一緒に死んじゃう生きてません生きてませんからせっかくの遺言ですけれども遺贈は効力を生じない結論としてはこれね、えー、結論としては同時死亡の効果その2として遺贈は 効力を生じない、生じないまあ、異存は無効であるとか言ったりします。異存は効力を生じない、異存は無効と、効力を生じないことを無効って言うんで、異存は無効と同じ意味です。になっちゃうよ。なぜかというと、異存にも同時存在の原則があるからなんですね。せっかくの遺言ですけど、効力を生じない。 なんで遺贈にも同時存在の原則ってあるんですか。これって遺贈っていうのはそもそも残されたものの生活保障のために行っていくんですよ。残されたもののね自分が死んだなきあと残されたものが遺贈の財さ遺贈された財産でもって健やかに生活してもらうようにね遺言で遺贈するんですね。ということは生きてないんだったら。 残されたものの生活ななんてて考えいいいじゃないですか自分が死んだ時にまだ生きてる人の後の生活のためにこの財産を使ってくれっていうのが依存なんですからその自分が死んだ時に生きてるものの生活を保障してあげればいいのであって自分が死んだ時に生きてないものの生活の保障をする必要ないんですよだからやはり同時存在の原則がででもあるんです自分が死んだ時に生きてるものしか獣医者になれない生きてるものしか財産もらえない。ね だから結局同時に死んじゃったということはこの遺像も効力を生じないということになります。はいこれが効果その2、同時死亡の推定と考えた効果その2です。はい三つ目その3です。その3、その3はですね887条という条文を見ていかなきゃいけないんですよ。で887条の条文は、えー、今皆さんもし六法をも いらっしゃったらちょっとご覧になっていただくといいんですけども、八百八十七条。 887条の条文なんですがああこの6法だとなんか上段と下段等に分かれちゃってちょっとプレゼンターに移すには移しにくいあのあの <laughs> 状況になっているので887条2項という条文なんですが被相続人の子が相続の開始以前に死亡したとき。えー そのものの子がこれを代襲して相続人となる。ただし、相続人の直系卑属でないものはこの限りでない。という、八百八十七条二項について、えー、ちょっとご説明をしていきたいと思います。さあ、じゃあ、幸かその三、まず状況を書いていきましょうか。状況ね。はい、A さん。B さん。で、この。子供 C さん。で、C さんの娘。じゃなくて。子供が D さん。 でこの時この A と C が同時に死んでしまったと A と C が同時死亡の推定を今受けていると同時死亡の推定ですねで孫がいたと A から見て孫がいたというような場合ですよでこの時にどういう効果が生じますかというのが3つ目の効果なんですが実はもしですね死亡の順番が 1> 1 2 C が先に亡くなって次いで A だと、えー、A の財産については、えー、A が死んだ時に生きてる C しか相続になれませんから C が先に死んだの次 A だと C は A の相続になれませんよね。だけれどもその C にさらに子供の D がいたのであれば C が相続する部分だったものを代わりに D が相続するっていうことができるんです。あ ちょっと今この同時死亡の推定の話よりも前にまず C が先に死んで次 A だったらという順番の話をまずしてますよ。C が先に死んで次 A だったら本来 A が死んだ時に C が生きてないから C は相続になれないはずなんだけどその C さんに子供の D がいるとこれ C の相続は代わりに D がこれを相続して A, が分 A の死んだ財産は B が2分の1 C がもらえるはずだった2分の1は D が2分の1で相続する。 これが代襲相続と呼ばれる状況なんです。代襲相続ね、代襲相続。代わりに襲うって書くんですけど、代わりに襲う代襲相続。 C が先で次 A が死ぶってこういう場合ね C が先になくなって次いで A が死ぬと本当だったら C は同時存在の原則によって A を相続できないはずなんだけどその C に子供がいるのであれば D が C の分を代わりに相続して BD 分の1 D 分の1というふうに相続できますよと。 これが代襲相続と呼ばれるものです。だからいいかちょっと同時死亡の推定の話の前にこの代襲相続自体の説明にしましょうか。これちょっと一回消して、えー、消してですね。 代衆相続そのもののまず説明をしますと、まあ、これも相続人は誰シリーズの動画の中に出てきたと思うんですけども、まあ、見た方はね分かりかな、えー、C が先に亡くなって次で A が亡くなると C が相続できる分についてを D が代わりに相続するこういうのを代衆相続と呼び D を代衆相続人というふうに呼んでいくことになります。じじゃあそれを踏ままえてもう1回書きますね A、B で同じく C、D でこの A と C が同時死亡の場合にはこれが起こりますか同時死亡の推定を受けた場合に同じ話になりますか A と C が同一事故に巻き込まれて亡くなってどっちが先に死んだのかわからない、ね、さあこの時にも大衆相続って起こりますかという問題なんです。 さあその答えが八百八十七条に書いてあるんですね。ちょっとね八百八十七条を簡単に書いていきます。八百八十七条二項ですね。これ非相続人、非相続人というのは今回 A で A のことです。非相続人 非相続人というのは A さんの財産を誰が相続しますかというまさに A さんについて残した財産を今誰が相続するかを考えるその時の相続される人のことね。非相続人 A さんの子 C ですね A さんの子 C が相続の A の相続開始 相続開始以前に、以前に死亡、死亡したとき、死亡したとで途中中略です。これ今条文移してるだけですよ。相続人 A の子 C が A の相続開始以前に死亡したときで中略そのものの子 そのものの子っていうのは主語が C なので C です C の子 DD、ね、がこれを代襲して相続人となる代襲して相続人ちょっと丸そうと書きましたとなるというのが、えー、この887条2項の条文なんですよ 相相続続人 A A のの子 C が A の相続開始以前に死亡した時そのものの子がこれを代執して相続人となる、ね、ででですね、えー、A の子供 C が A の相続開始よりも前だから A が死ぬより前に死亡した時ねだからこれじゃないですか A の子供 C が A が死ぬよりも前に死んで次 A という順番 C が死んで A という順番。 A の相続開始よりも前に死亡した時は C の子供 D がこれを代償して相続人となる、ね、でそれはまさにか C が死んで A が死ぬという順番のことなんですでもよく見てください相続開始っていうのは死亡のことでしょ死亡これ死亡のことですね前のここはい以前の「い」は同時を含むんですよ以前の「い」はね 同時を含むということになるんです同時を含むだって9以前だと9は含むでしょ10以下だと10も含むでしょそれと同じですだから死亡以前というのは死亡より前と死亡と同時っていうのを表したっていうことだと考えてほしいんですそうするとこれ読み直すと A の子供 C が A の死亡 より前または死亡と同時に死亡したときはそのもの C の子供 D がいればこれを代襲して相続人となるつまりこの、A、C が死んで A の順番のみならず A とと C C がが同時に死んだききも、C、の子供 D がいれば代収相続できる結論はやはり D が分1一、b が1 2一で代襲相続が起こりますよと。 代襲相続が起こりますよというのが結論ということになっていきます。代襲相続起こるよというのが結論なんだと。さあこれがあこれがですね同時死亡の推定の効果その三ということになってきます。いいですか。同時死亡の推定の効果は三つあります。まず一つ目が先ほどやったこれ A と C が同時に死亡すると C は A を相続しないし。 A も C を相続しないなぜならば A が死んだ瞬間同時に C も死んじゃうんだから A が死んだ時に生きてる者しか相続人となれない C が死んだ時に生きてる者しか相続人となれないという同時存在の原則から相相互に相続は開始しないそして2つ目もし A が遺言状で自分が死んだらコーチを C に遺贈するというような遺言状を残していたとしても。 遺贈についても同時存在の原則があるので結局 A が死んだ時に同時に C も死んじゃうんだったら異像は効力を生じないで次3つ目 C さんが先に死んで次 A という順番だったら D が代襲相続できるところ A と C が同時に死んだ場合にも887条2項によって A の相続開始よりも前または A の相続開始と同時に死亡した時に C の子供 D がこれを代襲して相続人となる。 という887条2項によって例が大衆相続できるこれが同時死亡の推定による3つの効果だと思ってみてくださいさあもう一度ブレークスルーに戻りましょうブレークスルーに戻っていただいてブレックー,の何ペー,ーブレックスルーの15ページのラスト先ほどチェックしたところもう一度見ていきましょう。 15ページ、ラスト3行、その結果、本来ならば非相続人、相続人の関係に立つ者同士の間でも相続は起こらず、ね、AC 相互に相続は起こりませんよ、遺言者と従事者の間でも遺贈は効力を生じないことになる、でえー、また、994条1項の以前に同時死亡も該当してで、これちょっと代衆相続のことは書いてないね、代衆相続、えー、のことは次のページの、代衆相続のことは次のページの16ページ、3つ目の効果は。 こちら。えー ラスト5行、しかしで始まる文章わかりますかラスト5行のしかし、後ろの方ですね。もしも以下、チェックしてみてください。もしも息子に子供がいれば、その子供が代衆相続によって祖父の相続人となる。887条2項は、代衆相続の要件として、非相続人の子が相続の開始以前に死亡した時としている。その結果、妻は2分の1、孫は4分の1、娘は4分の1を相続することになる。まあ、これはまあ、ちょっと状況が少し先ほどと違うんですが、まあ、でもまあい、いや、ここチェックをしておいてください。 さあそれではじゃあ同時死亡の推定という話はこれでおしまいにしましょう。では例は新しいところに入っていきたいと思います。それ次が17ページ意思能力と呼ばれるお話です。 さあ能力二つ目権利能力が一つの次が意思能力ということなんですが能力二つ目こちらの十ページのところに戻ってもう一回チェックしておきましょうか十ページのところに戻ってみてくださいさあ十ページ意思能力これ一行チェックをお願いします自己の行為の結果を弁識するに足りるだけの精神能力 自分の行為の結果を認識ってことです。弁識って認識のことだと思ってください。自己の行為の結果を弁識認識するに足りるだけの精神能力。さあ、パン屋さんでパンを買ったらね、そのお金を払わなきゃいけなくなるんだとか、えー、それから買ったパンは自分で食べても捨ててもね、友達にあげてもよくなるんだっていうことを認識することができるだけの精神能力ということですよ。認識することができるだけの精神能力。それを意思能力。 でもう一度17ページに戻りましてこちらの何行目って言うのこれ10行目。 2段落目の5行すなわちで始まる文章が途中であるの分かりますか17ページ上から12345678行目か8行目すなわちのあとから、えー、チェックしておきましょう契約という法律行為が本来の効果を生ずるには事故の行為の結果かっこそれによって事故の権利義務に変動が生じる例えば売買によって自分の,の土地の所有権が買い主たる相手方に移転するを弁識するに足りるだけの精神能力かっここの能力を意思能力と言いだい大体7歳から10歳の子どもの精神能力 指すすを有するものによってななななされなけれけばならないとで、えー、いうことでですねあの自分がパン屋さんでパンを買ったら買ったパンを食べてよくなるんだとかお金を払わなければいけなくなるんだというようなことを認識することができる足りるだけの精神能力これを意思能力と呼んで。えー いた小学生になっらら意思能力ぐらい備わるでしょパン屋さんでパン買ったらあのお金を払わなきゃいけなくなったりね買ったパンは食べてもよい捨ててもよい、ねえーまあ、捨ててもよいっていうのはちょっとあれですけどあの友達にあげてもよいようになるということぐらいはねあの物事の分別もつ,きついてくるでしょうから意思能力は大体小学生になったら、えー、これを身につけられると考えてください。さあああそれでは反対に用心、ね 小学校入学前の幼児未就学児なんか3歳から4歳ぐらいの子どもや重度の精神障害者泥酔者のようにたとえ行為の認識があってもその後チェックしましょう意思表示をした時に意思能力を備えていなかった場合は法律行為は無効となる今ね法律行為という言葉はみんな売買契約とかの契約に置き換えちゃっていいですよ、えー、意思表示をした時に意思能力を持っていなかった場合には法律行為契約は無効となる。 さあここで契約は有効契約が無効というですね言葉の意味と契約を取り消すことができるという言葉の意味をちょっと見ていきたいと思います。えーあのー、17ページに書いていただきたいんですけれども17ページのところに書いてみてくださいブレイクスルーの17ページ、えー、契約が有効である。 ちょっと最後に書く分量が多くなっちゃって申し訳ないんですが契約が有効契約が有効というのはその契約から生ずべきその契約から生ずべき結果でこの結果っていうのを正確には法律効果っていうんですよ。 法律効果がきち,んときちんと生じている状態。 契約が有効というのはその契約から生ずるべき結果がきちんと生じているだから売買契約が有効であるっていったら売買契約から生ずるべき結果つまり代金債権代金債務引き渡し債権引き渡し債務そして所有権の移転という効果がきちんと生じている状態を指します債権債務が発生し所有権が移転しているという状態のことですでそれに対して契約が無効っていったら 契約が無効といったらそれはその契約から生ずべき結果である法律効果がきちんと、まあ、これちょんちょんできちんと生じていない状態なんです生じていない状態つまり債権債務が発生せず所有権も移転していないという状態ですじゃあもう一つ契約の取り消し 契約の取り消しという場合もあるし意思表示を取り消すという場合もあるのでどっちでも同じなのでちょっとまあ両方書いておきますと、えー、契約の取り消しというのは一体何ですかというとこれはです、ね、契約を後から取り消すとか意思表示を後から取り消すとかって言うんですけどもこれはどういう状態かというとま、ね、まず契約します契約をしました。 契約によって一旦ひとまず契約は有効なんですこの車線を引いている状態が有効な状態だと思ってください車線を引いている状態が有効な状態だと思って頂い,いて一旦契約による効果は発生するんですが取り消しということを後にすにすることによって 契約を取り消すということもあるし意思表示を取り消すということもあるんですが取り消しをすることによって契約締結日に遡るんですよ。民法を遡るのの大好きなのさっきもあの停止条件説でも解除条件説でも出てきましたけど取り消しをすることによって契約時に遡ってそこから将来に向けて契約が無効になっていくこれ無効の状態だと思ってください。 えー、そこから将来に向かって契約が無効つまり本来生ずべき状態生ずべき効果が生じない状態になってしまうこれが取り消しだから取り消されるまで有効だけど取り消されると最初に遡って無効になっちゃう。 こういうのを取り消しと呼んでいきますね。取り消されるまでは有効だけど、取り消せられると将来に遡っ。あ、あの将来に遡るじゃない。取り消されると、契約時に遡って契約が無効になっちゃう。契約時に遡って契約が無効になるね。これを取り消しというふうに呼んでいくことになります。で、意思能力がないもののした契約は無効なんですよ。無効。 ということは契約を締結しても所有権は移転していかないし、ね、債権債務も発生していかない、ね、だか取り消しなのか無効なのかっていうのをねしっかり、えー、あの間違えないようにしてください取り消しなのか無効なのか次回のところでそれが出てきますから無効なのか取り消しなのか引っ掛けにも使われますのでねよく、えー、見ておいていただきたいところですさあそうするとまたあの鉄板でて話さないといけない、ね、<laughs> この間でもやってましたね先生あの初めてのお使いはあれは無効じゃないですかね というご質問でこれは私はあの今までかつて2回ぐらい同じ質問を受けたことがあるんですけどその最初に質問してきた時は結構衝撃的でした。 そんんなこと聞く人がいるんだって、まあ、テレビでやってる初めてのお使いはあれは2歳とか3歳とかの幼児がですね一人でお金持って、ね、近所のスーパーとか八百屋さんとか行ってお母さんから頼まれたものを買ってこられるかとかっていうで後ろから報道陣が一生懸命追っかけて、ね、あのカメラで追っかけてその模様をそのあの放映するっていう人気番組ありますよねあれどう見たって2歳から3歳じゃないですかそうすると一無能力者なんですよですから確かに出るとこ出たら無効です出るとこ出たらっていうかそれを法的に本当に 検証ししようとしたら無効なんですよただしでもあれは後ろから報道スタッフがちゃんとねこう危険のないようになんかトラブルが生じたらもちろんそれ責任取るという形で後ろにいますしまあそれをね無効だって言ったところでなんか生産性ない生産性ないというか、ね、あのそれを無効だって言ったところでねあのそんな堅苦しいこと誰も求めてないですよねだからまあ確かに出るとこ出たらあれは幼児がやってますから無効なんですけどただ親が後ろからまあなんて認め親とか、えー、報道陣とかが後ろから責任を全てべて の責任を取るという意味で見守ってるということを考えると、まあ、それを無効だと言ったところで、ね、別にだからっていう感じなんでそあの法律的な議論にする必要はないと思いますちなみにこの質問を最初に私にしてきた受験生は今東京会のビッグネームです東京司法書士会で超有名な先生になっている先生で、まあ、その方すごく優秀であの1回目でまあ受かる予定だったんですけどちょっと1回目失敗しちゃって2回目になんか上位合格したっていう、ね、あの方なんですけどもう私も時々。 その方あれなんいいか強制執行とかを結構申し立てる専門の司法書士として東京でも結構有名な先生なんですねあまり強制執行の申し立て書とかを司法書士が作るってことはあんまりそれを得意とする先生っていないんですよだからまあ競合がいないから、まあ、彼のところに割とそういう仕事が集まってくるでうちの事務所なんかでも強制執行の申し立て書とかでちょっと複雑なのが来るとで納期が早かったりすると私納期が早い仕事はちょっとできないもんですからああじゃあ彼のところにあの。 頼んじゃおうなんて言って電話して「ちょっとこういう仕事あるんだけど代わりにやってよ」って言ってまああの仕事をね渡したりなんかすることで結構ずっと交流があるんですよ。でこの間も飲みに行きましてまあこ,のこ,のこの騒動の前ですよあの年末の時ですが年末飲みに行きましてであの早速しましてよ覚えてる?」覚えてる?」2回目かなんかの講義の時に「初めてのお使いは医師無能力で無効じゃないですか」って質問したら「覚えてる?」とかって言ったら本人「へえ!」とか言って全く覚えてませんでしたけどでも私は本当に覚えてます。 変な質問してくる人がいるもんだなと思ったんですけど、まさかこんなビッグネームになるとは懐かしい思い出です。さあそれではじゃあですね、えー、17ページのところまでとしましょう今日は。まあ1回目ですのでちょっと早いんですけど、17ページのところまで今日はお話をしたということで、ではさっそくセルフレクチャー今日の部分についてのお話をさせていただきます。まずセルフレクチャーは1ページから4ページまで。 ということで、さほど多くありませんけれども、しっかりとね、これあの見ていただいて、で、なおかつ過去問も、まあ実際には今回の過去問ほとんど出てきてないんで、あれなんですけども、セルフレクチャーの4ページまでのところをしっかりとね、やり込んで来ていただきたいなと思います。それでは次回はブレイクスルー民法総則のテキスト、それからセルフレクチャー丸一講義ノート丸一、これをも あとはまあ六本が必要とあれば六本を手元にね、これを持って持ってというか、これを持参自算してね、手元に置いて講義を聞いていただきたいと思います。それでは第一回目の講義は以上で終了いたします。皆さんどうもお疲れ様でした。